え皆さんこんにちはそれでは基礎マスター憲法1回目の講義始めたいと思います、えー、始めるときには皆さんこんにちはと声をかけますのでぜひそれには声を出して答えてください、えー、まあどこで勉強しているかにもよるんですけれどもきちっとこの皆さんこんにちはこんにちはというところで声をかけて勉強モードに切り替えるこれがと まあ、とても大切かなと思いますさてこれからの基礎マスターなんですがまあ、憲法から始まっていきますが、えー、もう多くの合格者が指摘するようにこの基礎マスターは本当に重要なんですねとても大切だとまあ、これはもうその通りなんですが あまりとても大切だということを意識しすぎてしまうと完璧に理解してからでないと先へ進んではいけないそう勘違いしてしまいますそうではないです法律というのは全体を把握することそれがとても大切なものですから、うん、途中でよくわからないなというところがあったとしても、えー、まあ、ある意味ではいい意味のいい加減さでもいいやとりあえずは先に進んで 一旦は最後まで行くで最後まで行ってからまた戻ってきてもう一度テキストを読み直したり場合によっては講義を聞き直したりすることであなるほどそういうういいこことととだだったんだななが多々ありますなのでこれからも、まあ、この「基礎政」の中身として途中でちょっとよく分かんないなというところはあるかもしれませんがそれはあまり気にしないでとにかく全体をまずは見通してしまう見渡してしまうそれが大切なんだと思ってください。 さて使っていくテキストは「基礎マスターテキスト」ま「あ、基礎マスターの入門講義テキスト」ですねこれを使っていきます。で私はまあ持ち運びしやすいように3つに分けてで大きなホッチキでねこう止めてということをしてるんですがこのテキストを何度も何度も繰り返し読み返してもらえればなというふうに思っています。 でこの基礎マスターが極めて重要なんだこれからの皆さんの試験の合格そして合格後実務で活躍をしていく上でも本当に必要な盤石な基礎というものをこの基礎マスターで身につけていっていただきたいと思っていますで今もお話をした通り全全体体をを把握する全体像を把握握すするる像ととも大切ですまあこの基礎マスターの講義は体系マスターというところでもう憲法6時間講義を聞いてますその前に法学入門というものも聞いてますということが一応前提なんですね ですから体系マスターの方角入門や憲法の部分のところは少なくともできるだけねもし聞いてない方がいらっしゃれば聞いてほしいというふうには思います。さて 全体を把握していく上で目次というのはとても大切これも体験マスターの合格シミュレーションのところでやはり多くの合格者の方が全体像を把握することその時に目次が重要なんだということを合格者が言っていたということも指摘したかなと思いますテキストの目次開けてみてください入門講義テキストそれの目次のところです ABC のランク付けをしていくことにしますねいいですか目次のページ一番最初のところなんですがそこを開けてみてください 大きな項目立てとしては第1部として憲法の総論それから第2部として基本的人権第5章からになりますねそれから人権の話がしばらく進んで第3部が統治機構これ第16章からになりますそして最後に第4部憲法保障これが22章というところからになるのですが大きく4つの章立てから成り立っているぞということです で,体験マスターでもやった通り憲法は人権保障のための法なものですから人権のパートそこが中心ということになりますで。統治の部分ももちろん重要なんですがどちらかでは担当式試験対策としていくつかの知識をきちっと整理をして理解をしておくそちらにやや重点があります。なのでこの基礎マスターでもやはり体験マスターと同じように人権の部分のところを中心にお話をしていきます。統治機構のの部分のところは ここは、えー、まあ、本体の講義の後にまあ、歩行の部分があるんですが主にそちらの方に譲っていきたいというふうには思っていますさてランク付けをしていきますね第1章憲法と立憲主義これ B ランクなんですがその中で1-5というのがあります立憲主義と法の支配これは A ランクになります第2章 日本憲法史、日本憲法史、これは B ランクなんですが、2の1、これ B プラス、明治憲法の特徴、これは知っとこうと、第3章、国民主権の原理、これは A ランク、第4章、平和主義、これも A ランク。 第2部に行って第5章、基本的人権の原理冒頭のところはこれ B ランクですまあ体験マスターのところでだいぶやっちゃいましたただその中の5の4人権の共有主体ここは A ランクでとても重要です担当論文通じて重要になります第6章、基本的人権の限界から全体的に A ランクで第7章から人権の格論になりますが第7章包括的人権の法の下の平等 A ランク第8章、精神的自由の中の内心の自由をいくつか見ますこれ B プラス 第8章は B プラス第9章これは A ランク、えー、表現の自由という精神的自由という最も重要なところなものですからそこだけ別枠で第9章 A ランクになりますそして第10章経済的受験これも A ランク11章人身の自由これは B ランクでいいです、まあ、ここまでが受験そして12章受益権は B ランク 13章の社会権は B プラスにしておきます、14章参政権、B ランク、第15章の国民の義務、これは C ランクで構いません、そして統治機構に入ります、第3部統治機構の16章権力分立ですが、これは A ランク、17章国会も A ランク、18章内閣 A ランク、第19章裁判所 A ランク、それから20章財政は B プラス、20章地方自事も B プラス。 で第四部の憲法保障に入りますが、第二十二章は B ランク、えそして二十三章意見審査政党憲法訴訟これは A ランク、最後に二十四章憲法改正は B ランク、まあ大まかなそんなメリハリ付けでやっていきますということにしますね。で中心はあ最初の総論のところとそれから人権のところを中心に見ていきますということです。さて目次の先本体の始まる前のところに基礎マスター憲法 法の、まあ、位置づけというかな、勉強の仕方のようなものを。ちょっと入れてあります。パワーポイントの一番のところなんですが。このパワーポイントの一番のところで。えー まあここで試験合格に必要な基礎知識の9割以上を習得しますテキストのパーポのところでは8割以上とありますがそれは9割以上ぐらい直しておいてください、まあ、だんだんと基礎基本中心に変わってきたものですからもう今はもう基礎マスターだけで十分合格できるよということです そして復習中心と書いておいたんですが予習は基本的にはいりませんただ予習としてぜひこれだけやってきてというのがテキストのマーキングなんですねこれも体験マスターの最初法学入門の冒頭のところでもお話をしましたがテキストの項目立てのマーキングだけはこれはちょっとやってきてほしいなというふうに思います。でそののテキキストのマーキングなんですけれども 項目立てのところで縦1縦2それから括弧1括弧2というレベルのところをまずはマーキングするということですね例えばそうですね21ページテキストの21ページのところでは「日本国憲法の成立の法理なんていうページがあるのですがそこのところの例えば縦2のところに私はこんなふうにブルーでよく塗りつぶしとアンダーラインにしてるんですが。 縦し縦2のレベルを塗りつぶしのマーキング括弧一括弧二のレベルはアンンンダーーラインのマーキングをしますでここまでは体験マスターと同じかなと思うのですがもう一つこの基礎マスターに入ってテキストの中で新たな、まあ、こうマーキングをしてほしいたあの部分が出てくるんですねそれは十四ページテキストの24ページを開けてみてください。 でその24ページというところを開けてみてみるとそこで2「の法的性質」という、ね、そんなページが出てきますこれ全文の法的性質なんですけどねその下に「問い01」とありますよね。 ちょっとこの「博士」のようなアイコンマークがあってこれ私が昔作ったんで25年前に Mac で作ったアイコンなんですけどねこんな博士マークがついています。これが論論点点のののイメージなんですねで問いの01論点の1番というそんな意味なんですがここが「論点」だってことはパッと見てわかるようにできれば別の色で何か印をつけといてほしいと思います。まあ、人によっってはこの論点を全部線で囲っちゃう まあ今私ピンク色を使ってますがその赤なりピンクで囲っちゃう人もいますがパッと見て論点がどこにあるのかが分かるようにしてほしいと思っていますからもう一つは反例なんですねこれからは反例が出てきますなのでその反例の箇所のところをちょっとまた別の色でこの二十四ページの下には長沼事件というのが出てくるんですがそこを私はこのグリーンでマークしていますが論点と反例 これがパッと見て分かるように何かマークをして目立つようにしてきてください。ここはやはり予習の段階でぜひやってきてほしいことになります。で講義を聞いて まあ講義の聞き方もうん、まあ、できればあ一定のスケジュールでライブクラスの方などはライブクラスのスケジュールに合わせた形で聞いてみるのがいいかなと思いますしいやもっと一気にまとめて聞いちゃいたいという方もいるかもしれませんから、まあ、それでも構いませんとにかく自分のペースでしっかりと講義を聞くで聞いた後の復習なんですが講義を聞いた後の復習が中心になりますこの1年目の基礎マスターでは復習中心になるんですが「よし」はマーキングのみで十分だねと。で その復習はまずはテキストの読み込みどんな話だったのかなということをできれば最初目次や項目立てのところだけをちらっと見てあここではこんな話だったなということを思い出すそしてさらにきちっと読み込んでみるということをやってみたらいいですそして大切なのは問題を解くということなんですね。もう今の段階から この基礎マスターの段階から問題特に担当丸バス形式の問題、それを解くようにしてみてください。問題演習これはできるだけ時間を取ってやっといた方がいいです。論文に関しては論文ナビゲートテキストというのをお配りしているかと思いますが、あそこでいくつかの重要な論点について論証という文章の形でまとめたものが入っています。あ、問わに書くときにはこんな形で文章で書くんだなということの一つの参考になるので。 このナビゲートテキストの使い方などについてはまた追って話があるかなと思いますので今あまり気にしなくていいですが論文ののののちょっと先取りの勉強のようなものですそれから「判例百選」これは判例百選については体験マスターでも話をしましたが憲法では判例百選を買っていただきたいと思います。 で指示をした判例について事実の概要と判死のところですねそこをちょっと読んで読解の練習さらにはどんな事案だったのかなと事件の概要のイメージを持つそのためにちょっと読んでみておいてください。判例というのは判例入門体系マスターでもお話をした通りどういう事件について何が問題になっていてそして最高裁はどんな判断をしたのか。 で,できればどういう理由でそんな判断をしたのかということを理解することが大切なんですねどんな事件だったんだろうというところを、まあ、これからテキストの中にも簡単には入れてあるのですがそこをもう少し具体的に理解をするイメージを持っていただくためには判例訳戦の事実の概要というところはとても役に立ちますからそれを読んでみたらいいかなと思いますそれからちょっと講義聞いただけでは分かりにくいな自分は文字で読んだ方が勉強になるという方はあしけたい と皆さん言っていますが公文堂の伊糸誠の試験対策講座あそんなのを読んでいただければよいかなというふうには思いますただ、まあ、この「死刑体」のところは本当に読む訓練でちょっと読むの苦手とか文章で書いてあるもので確認をしたいという方だけでも十分かなと思いますぜひやってほしいのは講義の中身の復習と、まあ、もちろん言われたことこれカード作ってとかここはこの言い回しはそのまま答案に書くからこの言い回しで正確に覚えてと言われたらカードにしてちゃんと覚えるとかね えまあカードではなくてもいいんですけどスマホで写真撮って覚えたって構わないんですがとにかく記憶の時間をちゃんと撮るということもしてほしいと思いますテキストを繰り返し読むこと記憶の時間をちゃんと撮ることそして担当の問題を解くことそれが大切ですで、まあそういう意味で 試験体まではなかなかいらないかなさらに言えば基本書っていうのは今は不要だよ大学の先生が書いた教科書をこの司法試験の業界では基本書と呼ぶんですがこれは今は不要だろうと合格してから読んでもらっても十分かなと思いますさて問題を解いてお話をしましたが一つはウェブの演習システムですよね学習支援システムを使って一問一答形式の問題を解くそれから過去問も入ってますから過去問も 学習した該当範囲のところを読んでみる解いてみるということが大切ですでこの辺は結構繰り返しが重要なんですね一回解いてできましたいうだけじゃなくて当然できなくて構いませんできなかった問題をもう一遍やってみてということで繰り返し。 過去問は最終的には100%解けるようにしましょうということではあります。あとは本の景色書籍の形の問題集もいろいろあります、えー。一問一答の「まこたん」と皆さんが読んでるものだとか「即くたん」と読んでるような問題集もありますし、うん、それから伊藤塾では予備試験の担当式の問題集を年度別で出してたりもしますので。 最終的にはそういうもので年度別に解いてみるということも重要ですあとは公文堂というところから担当と論文の問題集も作って出してますので余裕のある方はそういうものも見ていただいたらなと思いますただこの1番目のところが A ランクでこれは是非やってくださいという意味ですまぁ、あ、○○ 3のところは余裕があればそういったものを使ってもらってもいいかなということ、まあ、そのくらいのレベルだと思ってもらって構いませんさてそれでは中身に入りましょう 第一部憲法総論というところですがここではその扉のところの目次にあるように憲法と立憲主義立憲主義って何だということを中心に歴史の流れ展開なども確認しながら見ていきますそれから日本の憲法大日本帝国憲法というものから近代の憲法が始まりましたそして今の日本国憲法 もちろん昔に十七条憲法というものまあ聖徳太子が作ったかどうかは今議論があるそうですけれどもそうした十七条憲法のようなものから日本は古くからね憲法というものはあるのですがやはりこの憲法の私たちが法律家として対象にして学ぶべき憲法は大日本帝国憲法そして日本国憲法その憲法の日本の憲法の制定の歴史などをちょっと見ます。第第三章章でではは国民主主権四平和主義 国民主権も平和主義も日本国憲法の中核となる基本原理でもありますよね。そんなところをしっかり、ね、学んどこうと第4章の平和主義のところに関しては昔は平和主義とか憲法9条って試験であまり出ないよねなんて言われてた時代もありましたあまり、えーまあ、自衛隊だとか9条の問題だとかが表立ってね政治のテーマになったりしなかったような時にはそうだったんですが今は結構この憲法9条平和主義のところは 社会の中で問題になってますしそして同時にであるがゆえにそ、うん実はとても大切なものですからこの平和主義だとか憲法9条だとかそれは政治の問題でしょうな政治のことはあまり関係ないやなんてことじゃなくて考え方はいろいろだろうなとは思います。 軍隊を持って憲法9条は改正して正規の軍隊を持つべきだという考えの方もいらっしゃるでしょうしいやいや軍隊なんかいらない今の憲法9条の考え方を守りそれを発展させるべきだという考えの方もいらっしゃるいろんなまあ考え方があっていいところなのですが少なくとも憲法学の世界ではどういう考え方理解で来ているのかそして多くの憲法学者が反対をする 例えば平和安全法制安保法制なんていうものはどこが問題なのかそういうこともやはり問題意識としては持っておかないと今の時代の予備試験司法試験はちょっと危ないぞというふうには思います。なので従来はね昔は平和主義なんていうのはまあいいよというところだったんですが今は重要だと考えてください。ただそうは言ってもねうんあまり 全体の中でのバランスからして時間をかけ過ぎてもいけないかなというところもあるものですからこの平和主義のところの今日的な問題についてはちょっと本体の講義とは別枠に収録をしますからそれを別途聞いていただければなというふうには思います。さててそれでは憲憲法と立憲主義入っいいきたいなと いいうううには思いますがそうそうちょっと画面で先ほどこんなねウェブ演習システムというのでスマホなんかを使って自分の進捗なども確認しながら勉強できますよというのをちょっと用意したものですからねこれを示しましたさてそれでは1ページのところから入っていくことにするんですがその前に私たちは学問、まあ、これは社会科学としての法律法学というのがあるんですね。 私たちは人間としていろんな営みをしていますがその時にいろんな感情を持ちますさまざまなその感情を持つんですがそのさまざまな人間としての感情の中からいろんな分野がこう生まれてきたよと言われることがあります。いろいろなものに対する恐れから宗教が生まれた驚きから芸術が生まれたんだ そして疑いというところから科学が生まれたんだというまあそんなことを昔習ったことがあります。私たちが学ぶ憲法というのはまあいろんな先生方の蓄積の上にまあこれからお話をする憲法というのがあるのですが、私は大学の時に足部信夫先生という方に講義を聞きましの授業を聞きました。 そしてそれとともに当時は東北大学の教授でいらっしゃったんですがその後東京大学に来られて東大の名誉教授もやられてますが樋口洋一先生という先生のいば本を読んだり講義を聞いたりそしていろいろお話をさせていただいて憲法を深めたたりしましまそして今でもさまざまな先生にいろんなことを教えていただいているところではあるのですがその芦部先生のさらにその上 芦部先生の更、まあ、に先生と言ってもいいですが宮沢俊義という憲法の教授先生がいらっしゃいましたその宮沢先生が講義の時に最初にこんなことをおっしゃったよということで私聞いたものではあるのですがこれは芦部先生から伺ったんですけどねでこんなふうにそれはあなるほどそういう考え方があるんだと思いましたが。 それは言葉を変えれば批判批判的な精神というのが科学においてはとても大切だというふうに言い換えてもいいのかもしれませんですからこれからお話をしていくことは一つの考え方なんですがそれは唯一正しいというわけではありません特に法の世界では何が正しいのかよくわからないだからこそ自分の考え方を主張していくということが大切だしいろんな考え方があって当然でもあります。 なんですがそして今言ったようにね一つの考えにて「そうかな本当かな」と言って疑ってかかるというのは科学的な社会科学においてもとても大切な姿勢ではあるのですがひとまずはねこの基礎マスターのところであこういう考え方があるんだなということを受け止めてそしてそれしっかり理解をするで勉強が進んでいったら場合によっては合格した後にさらに批判的なものの見方でもしていただければいいかなというふうには思うんですね。 でそもそも憲法というのは1ページから入っていきますけど憲法とは何かという話なんですが1-1憲法とはまあ、この1ページの冒頭のところです憲法とは通常国家という統治団体の存在を基礎づける基本法だ国家の存在を基礎づける基本法を憲法と言うんですよこう書いてあります実は憲法の定義というのはいろいろなんですねただどんな定義をしようが憲法では 国家と国民の関係を実は規律するものなんですねですから憲法は国家とそれから個人の関係これを規律していくものだということです今日皆さんのお手元のところにまあいくつかパワーポイントを印刷したものをお配りしているかなと思うのですがこんな パープを印刷したものではあるんですけどね、まあ、3番のところはこれはもう前田明政であったところですからいいですで4番のところですかねのところにあたるものではあるのですけれども国家と個人の関係を規律するものなんですよというわけですでその時に憲法が対象としている国家というのは一体何なんだろうかということなんですけどねよく うーんその私いろんな人に憲法の話をしたりすることがあるんですが子どもたちに憲法の話をすることがあります、まあ、こ,こから先はちょっとだけ聞き流していただければいいかなと思うんですが子どもたちに、まあ、小学生とか中学生とかに、ね、憲法の話をする時に、えー、憲法というのは国家の基本法なんだよ国家国というのは一体どういうものなんだろうとみんな日本の国の形をちょっと紙に書いてごらんと言って、えー、多少時間がある時には白い紙を子どもたちに配って え国の形を書いて、日本という国の形を書いてみてということをこうお願いをするんですね。そうすると子どもたちはあ日本の国の形ってんでいろいろ書いてくれるわけです。でその時に対外の子どもたちは日本の国の形って言うとまこんな地図、日本列島の地図をこう書いてくれるんですね。ねこんな地図を書いてくれて、えまあ、中にはね。 えー、沖縄がなかったりだとか九州なかったりとかするそんな小学生子どもたちもいるんですが、まあ、なんとなくねこう日本列島の形みたいなものをみんな書いてくれます。ほぼ100日本の国の国形を書いてごらんというとこのの日本列島の形を書いてくれるんですねそれ日本の国の形それだけというとみんなきょどんとしてて「いや日本の国はこんな形でしょ」うということしかないんですがそれ日本の領土の形じゃないの 日本の国の形って言ったんですけど日本の領土の形を何か書いてもらっただけじゃないのというと、うん、さらにポカンとしてます実は国というのは単なる領土だけじゃないんですねそこで生活する国民とさらには権力というものこの3つでいわば国になります領土国民権力この3つがいわば国家の3要素と呼ばれるものなんですねテキストの1ページ のののの冒頭の2つ目のポチ点のところです領土,とは人と権力領土と人と権力は国家の3要素、これマークしておきましょう。これ、B ランクで別にこれ試験で出るとかね知識で覚えろという話じゃないんだけど国家というのは領土があってそこで生活する人々、まあ、それを国の人で国民としておきましょうそれと権力とこの3つがあって初めて国家になるんだよね国家の3要素。 領土のない国はないし国民のいない国や国家もないし権力を行使しない国家もないんだということですですから領土と国民とそれから、まあ、人でもいいですそれと権力この3つから国家は成り立つぞと。 まあ実は国家の要素もいろんな考え方あるんですがあまあこれはかなり古典的な一つの考え方です領土国民権力から国家は成り立つんだぞというところそれをちょっとイメージしておいてもらいたいなと思うんですねそして三つの要素があるんですがその中でも特に重要なのは権力なんですね国家の本質は権力にあるんだということです国家の本質は権力にあるすなわち 権力というのは有無を言わさぬ力のことをここでは権力と言っておきます国家権力有無を言わさぬ力なんですね従わせる力これを権力と言いますその権力の行使というのは特に私たちの自由や権利やさまざまな利益を奪ったり侵害したりする実は権力というのは恐ろしいものなんだという考え方が実は前提にあります有無を言わさぬ力 というのはまさにパワー力というのはそれが正しく行使されればいいのですが時にその権力が間違った形で行使されるととんでもない人権侵害だとか不自由がそこに生まれるとんでもない不利益がそこに生まれるということになりますえ例えば新型コロナウイルスが蔓延しているその感染防止のために日本の国民は全員家から出てはいけませんステイホームということで家から絶対出ちゃいけないと 何があっても家から出ちゃいいけないえ食品を買いに行くのもダメなんですか病院行くのもダメなんですか一切ダメですようん病気になっても家の中でじっとして悪化して死んでしまっても仕方がない他の人に感染させるよりはあその人が一人死んじゃった方がまだましだから家から出るないや食べ物がなかったらもう餓死しちゃうかもしれないんですけどいやそれも仕方がないよ広がっちゃって多くの人が死ぬよりもたく食べ物蓄えがない一人二人が死んでいく方がまだいいんじゃないの というのでとんでもないそんな権力の行使が行われる有無いわさの力でそれれを強制されるもしそれに違反したら罰金どころか懲役刑どころか死刑になってしまうなんてことになったらとんでもない話になるわけですねそんな横暴なむちゃくちゃなと思うかもしれませんがでもそういうことを強制できる力が権力というものなわけです。でそれを持っていいるののは国家というものなんだというわけで権力の行使これが国家の本質ということになります。 でその権力は思いを言わさぬ強い力なんですがその権力という言葉とちょっと対になる言葉をテキストにメモを入れておきましょう権威権威があるうーん何々の権威ですあの人は憲法の権威だよね権威という言葉がありますがその権威と権力というこの対になる言葉のイメージをちょっと持っといてほしいんですね。権力が有無を言わさぬ力力がわで従わせる力 だとしたならば権威というのは自らの意思でそれに従っていくときその対象には権威があると言ってきます自らの意思で従うというのは自らの意思で従っていくその相手に権威があるということなんですね。権力というのはいわば力で従わせる力。 権威というのは自発的に自らにして従っていこうというときにその相手には権威があるというそんな言い方をします権力と権威これは後で国民主権のところで重要なまあポイントとなる言葉として出てきますの、ね、でまたそこでもやりますとりあえずは権力と権威は対になっているようなイメージで権力はうもゆわさぬ力で従わせる力 権威は自らがあるということはその人についていこう従っていこうという時に権威があるというそんな言い方をするんだということなんですけどね。 でそんなことで、まあ、権力は他者に対してね服従を強制しうる力とテキストにも書いておきましたがあそれは権威というちょっと対になるんだよでここらあたりは全体的に B ランクで理解をしておいてもらえばいいかなと思います。で先ほど、うん、国家と個人の関係だと言いましたが個人の方はまた後でも確認しますが個人のの尊重ととといいううが基本原理だねということですでそうそう先ほどね「日本の国の形を書いてごらん」っつったら多くの子どもたちみんなこんな格好形を書くよと言いましたよね。 でそれ国土の形じゃないの いや日本の国の形なんだからこれでもいいんだけどねというとみんなちょっとポカンとするんですねすなわち日本の国の権力の行使の形は三権分立とか権力分立というこんな形になってるよねというのも実は日本の国の形の一つのありようだよということですこれ別に書き写す必要は全くありません権力分立とか三権分立という言葉聞いたことあると思うんです国会内閣裁判所なんていうね三つに分けてという権力 分立ですよ体系マスターの少しししだけお話をしました、まあ、内閣には総理大臣がこれ下がってるよというこんな構造なんですけどねこれも日本の国の形すなわち日本の国の権力の行使の形なんだというふうに、まあ、言えなくもないねでも対外の人はみんな国土の形を国の形と考えてしまってるけれども実は憲法で問題にする国家というのは主にこの権力の方に重点を置いて考えていくんだよということなんですね。 でまあ、子どもたちに憲法の話をする時には今言ったように、えー、権力というものがあってねその行使権力をどう使うのかっていうのも日本の国の形として大切なんだよなんていうようなことを話したりしてたんですがそういえばちょっとね思い出したことがあったんですね。実は初めて、えー、ドイツに飛行機で行ったんですね。 これ今から50年ぐらい前なんですが私あの自己紹介はまだしてなかったんですけれども中学の1年生の時23歳の頃かな親の仕事の関係で2年ばかりドイツ西ドイツなんですがで生活をしたことがありましたでそのドイツに初めて飛行機で行ったっていうかもう飛行機に初めて乗ったんですけどね50年ほど前に初めて飛行機に乗って東京の羽田というところから飛行機に乗っていくわけですで当時は北極の上をとロシアの 上当時はソ連でしたがソ連の上なんか通ったら撃ち落とされちゃいますから北極の上をぐっと回っていくと北極回りっていうんでねこう行ったんですね。で初めて飛行機に乗ってでまあ十何時間乗ってもうすぐ着きますよという頃に、うん、こう窓の外飛行機の窓から下を見てもうすぐドイツに入るぞっていうかなヨーロッパの。 陸地の方に入るぞと北の方の海の方から北極の方から海をずっと越えてで窓から下を見た時にあれと思ったことがあったんですねちょうど天気が良くて窓の下に海が見えて陸地が見えてきたわけですでもうすぐあヨーロッパに入るんだなオランダドイツに入っていくんだなと思ってあれ自分が思っているヨーロッパと違うぞと思ったんです、まあ、飛行機のちっちゃな窓から、ね、こう下を見てたら海が見えて陸地になっていったわけですよ。 私のもうすぐヨーロッパに着くぞ私のイメージの中のヨーロッパってこんな感じなんですね要するに世界地図のヨーロッパのあたりのところで地図でイメージ持ってたヨーロッパなわけですよ。ですが実際に見えてるのはこの畑だとかこう森だとかドワーッとこう続いていくんですよ。でおかしいな自分がイメージしてたこんなヨーロッパとは違うぞどこは違うかなっていうと一つ国境線が見えないと思ったんですね。 私のヨーロッパでは国ごとにこう線で区別されててね国境線があるはずなのに国境線上から見えないよ、まあ、当たり前ですよねうもう一つ「え国が色分けされてないぞ」なんて子供ながらに思ったのを今でも覚えてるんですけどねだって私がイメージしているのはこんなふうに色ごとに色分けされて国ごとに色分けされてる小学校の時かな,なんか白地図白い地図を渡されて色鉛筆でこう色で塗り分けるみたいな宿題をやったことがあったりしたんですね。 地図の中の中国は色分けされてるんですよで国境線がこうあって明確に線引きされてるんですよ。なんだ国上から見たら国境線も見えなければ色分けもされてないじゃない、まあ、当たり前のことなんですがそれにちょっと小さな衝撃を覚えましたどういうことかなっていうと国境線って線引いたとか色分けこれ人間がやってるわけですよね。もともと国っていうのは人間が勝手にそうやって勝手に形作っちゃったもんなんだなと。 ドイツに行きましたがドイツもナチスドイツの時代第二次世界大戦でドイツ負ける前のドイツは結構広い領土を持ってたんですよソ連の一部だとかねポーランドの一部だとか、えーまあ、フランスの一部だとか今でいうところのねもうドイツの領土だったわけですそれが戦争で負けてドイツはね結構ガッと広かったわけです第二次世界大戦終結前のドイツっていうのは結構広い領土を持ってたんですがそれが戦争で負けて。 分割統治されますイギリスアメリカフランスソ連、えー、なんていうところからいろいろと分割統治されるようになりドイツは、まあ、ソ連が統治したところは東ドイツということになっちゃうわけですよね。で窓から見てて、ね「なんだ国境って人間が作ったんだ」と。 国というのは人が人為的に作ったものなんだなと今から考えればそういうことだったんですねですから国とというののは人が作ったものなんだと日本に住んでるとなんか日本の領海日本というのは、ね、国の形ってさっき言ったようにこう日本列島があってもう形変わらないじゃないですかもちろん第二次世界大戦でさまざまな朝鮮半島だとか台湾だとかね、まあ、満州だとかそういうところは随分変わりましたよ。でも 今の私たちからすれば、まあ、北海道から沖縄まで日本の領土とほとんど変わらないなというそういうイメージですがでもそれすら日本,日本というかな私たちの意思でそれを作ったものなんだぞということです。国家ということは日本も変わるし変えられるし世界も変わるし変えられる国の形も変わるんだから世界の様相も変わるんだなと。 ドイツににいる時にベルリンにも行きましたベルリンの壁というのが当時西ベルリン東ベルリンこう分かれててね真ん中にドワッと壁があるわけですよ。私その壁を見た時にこのベルリンの壁ってやつはもう自分が生きている間には絶対なくならないなと思うぐらい東西の冷戦という、まあ、東側と西側の緊張関係が本当にピリピリで怖かったです。 でそんなベルリンに行って壁も見た時にねすっごい壁なんですよでそこで軍人兵隊さんがね機関銃を持って立ってたりするわけですでそれを見た時に私が生きてる間にこの壁絶対なくならないだろうなと思ってたらなくなったんですね1989年にベルリンの壁が崩壊をしましまでこの壁がなくなったといい意味でショックだったんですけどね もう私はもう国は変わらないと国の形なんかも変わらないと思ってたんですが実は永遠に変わらないものなんかじゃないすでにそこに存在してて与えられるというようなものじゃない私たちの意思でそこで生活で人々の意思で作り上げていくものが国家、国なんだなということなんですねそうやって私たちが自認的に作り上げた国家特に権力の主体としての国家 これをいかに縛るのか制限していくのかこれが憲法の本質ということになりますテキストの2ページのパワポの3番のところに体系マスターでも示した図を書きました法律というのは国が作り国民の自由を制限する法ですよそれに対して憲法は国民が作って国家権力を制限するための法なんだというわけです この時憲法によって縛りをかけられるところの国家は国民が人為的に作った権力の主体としての国家なんだということも、まあ、そういう意味で重要なんです。国民が自らの意思で国家を作ったそ,のそしてそれに権力を与えたその自らの意思で作り自らの意思で権力を与えた国家それを憲法という法で制限をするんだぞというわけなんですね。 憲法と法律の違いは誰に向かって守れと言っているのか法の名でて人が違うということ憲法は法律ではないんだということは体系マスターのところで最も重要なこととしてお話をしましたよね。でこのように2ページのパーポの3番のところこの国家と国民の関係の国家はちょっとこれメモを入れておきましょう国民が人為的に作った権力の主体としての国それを 憲法で縛ってていいいくく制限していくんだぞというとうころにポイントがあるんだですからこの憲法によって縛られる国家国土国民権力によって国家が成り立つんですがその中でも特にこの国家権力という強い力他者に対して服従を強制するそういう力をいかに憲法で制限をしていくのかというところが重要なポイントなんだぞということをもう一度 思思いいい出ししてて確認をしておきたいと思いますなのでこのパワポの3番は A ランクでこれはとても大切な構造ですよということをもう一度思い出しておいてもらえればなと思いますそうやって私たちが人為的に作った権力の主体としての国家これを憲法によっていかにその権力の行使を制限していくのかというところがポイントでしたでその権力の行使を制限して何をしたいのというと今日においては国民の人権を守りたい それが目的ではあったわけですよね。ただ、このように憲法を作って、憲法で国家権力を制限しようという考え方、これを一般的に一番広い意味では立憲主義と呼んでいくんですね。powerpoint の4番のところなんですが、権力の行使に憲法で歯止めをかけるという考え方。これを立憲主義と言うんだと一旦考えてみてください。この立憲主義も本当にいろんな意味で捉えられて多義的なんですが。 あ一番広い意味では憲法で政治を縛る憲法で国家権力を制限するというそんなイメージでいいですまあここでは権力行使を憲法で歯止めをかけるというねそんなふうに書いてきましたが権力の行使の主体である国家を憲法という法で制限をするその権力の行使国家の権力行使を憲法で制限するこれを立憲主義というふうに言っていきます国家 の一番重要な本質である権力の行使そこを憲法で制限をしていくその権力が不当に行使されないように権力が乱用されないようにするためにその国家権力の行使を憲法で制限していくそんな考え方を立憲主義とこう言うんですねもともとこうやって憲法によって国家権力の行使を制限していこうという発想自体はずっとだいぶ昔からあるのですがその中でも特に 1215年イギリスのマグナカルタという法、まあ、憲法ができます大憲章なんて呼んだりもするんですけどねマグナカルタというイギリスで、えー、まあ憲法が出来上がりますが国王の横暴に歯止めをかけるそんな目的でこのマグナカルタという、まあ、今でいうところの憲法のいうものを作って縛りをかけるということを言るわけです。 まあ、当時の王様ジョン王という王様がフランスと戦争するそんなために、えーまあ、貴族の人たちからたくさんの税金貴族や教会からね税金をどんどん取り立てたりするそこでいや国王といえどもそんな勝手に税金取り,立て取り立てをするのやめてくださいよと言って国王の権力の行使を縛っていくそのためにマグナカルタという憲法を作って国王の権力行使を制限したそれが最初だと言われているんですね。 でもう年今から800年以上前にできたものなんですがこのマグナカルタ、えー、ちょうど800年記念の展示会を、えー、ロンドンでやってましたが、うん、このマグナカルタは今でもこのマグナカルタのいくつかの重要な条文は今現在のイギリス憲法として一部使われてたりするそういうイギリスは国なんですけどねそんなマグナカルタという憲法を1215年に作りましたそれによって当時は王様国王の権力をこう制限をして その国王の権力が不当に行使されないようにしようともともとそうやって生まれたんですその立憲主義なんですが今民主主義の社会ですから民主主義社会においても民を反映した権力の行使すなわち選挙で勝ちました選挙で勝って今政権を持ってますという民を反映した権力の行使選挙で勝った政権与党の権力行使そこにも歯止めをかけるという重要な意味があるんだというわけです 民意をを反映してて政治すすするとても大切ですですが国民の多数の意思を反映して民主主義に基づいて政治をするんですがそれでもそこに一定の歯止めが必要だよという立憲主義民主主義と立憲主義は時にぶつかり合う緊張関係に時にあるぞ国民の多くの声に従って政治を行う。 まあ車のアクセルみたいなものですが時にそれが暴走しないように歯止めをかける立憲主義というものも重要じゃないかということなわけですえこのば民主主義と立憲主義の関係性みたいなところのこのパワポの四番これも A ランクでしっかり理解をしておこうかということですで何のためにブレーキをかける必要があるんですかこれはこれから後でお話をしますが個人の人権を守るためなんですね人々の個人の人権を守るために憲法という法でその たとえ民意を反映したと言われる政治権力でもそれを縛っていくぞ制限をしていくんだぞというのが今日的な立憲主義のとても重要な考え方ですそれはば別の言い方をすれば国民の個人の私的な領域自由に活動できる私的な領域私の領域です個人の私的領域私の領域それをしっかりと守る個人の私的な領域というのは特に 例えば精神的自由なんて言いますが何を考えどういう宗教を信仰しそしてどういう学問をしどういう表現をするのかそういう人間の精神活動の自由これはもう本当に私的な領域としてしっかりとこれは権力から守っていこうというその私的領域をいかに確保するのかそのためにはその私的領域ここには多数国民の多数の意思による公の領域と切り離して 国民の多数の意思によるその権力の行使でも踏み込めない私的な領域というものをきちっと確保しようというのが近代の立憲主義の重要な考え方なんですね。個人の人権をしっかり守るそのために国家権力の行使を制限する個人の人権を守るということは個人の私的領域を公の領域と切り離してしっかりと個人の私的領域を確保するんだそこをきちっと切り分けるという公の領域は国民の多数決。 民主主義でで多数意思で決めて構わない国の政治というのは民主主義に基づいて国民の多数意思によって決まっていくしかしそれでも個人の私的領域に踏み込んでしまうことはいけないんだいくら公の領域の権力であったとしても個人の私的な領域のところはしっかりと守っていかないといけないんだぞというのが近代の立憲主義の重要ないわば役割ということになります。 ですから近代立憲主義というのは個人の人権を守るために国家権力を制限したその国家権力はたとえ民意に基づく民主的な国家権力であっても憲法によって制限されなければならないんだぞという基本的な考え方を持ってますということなんですね。ななののののででこのアクセルブレーキはその通りなのですが そこのまあ横でもいいですからちょっとこの画面に出した言葉をメモを入れておいてくださいパワーポイントの4番の横丁でもいいです民衆の名を語る政治権力も制限されなければならないというのが、ね、個人的な今日的な立憲主義の重要なポイントなんだということなんですね。民衆の名を語る政治権力 民主主義に基づく政治も制限されなければならないんだということです。民主主義万歳というわけにはいかないぞ民主主義でもね時に暴走し間違いを犯すことがあるから民衆の名を語る民主主義に基づく政治権力も一定の制限を受けなければいけないというところが近代の立憲主義の重要なポイントなんですよということをもう一度確認をしておきたいなというふうに思います。 さて今ね近代の立憲主義の憲法の本質の話をしました個人の人権を保障するために国家権力を制限するというそんな話をしてきたんですが実はそもそも憲法って何だと言われた時に憲法の定義とか憲法の整理分類の仕方って実はいろいろあるんですね。 1>, うん、1ページに戻りますが1ページの冒頭のところで憲法とは通常国家という統治団体の存在を基礎づける基本法なんてねそんな言葉があ最初に出てきたじゃないですか。国家の基本法ですよというのは実は憲法という言葉は、うんまあ、英語で言えばコンスティテューションという言葉なんですがその英語のコンスティテューションのまあ訳語というかそれに憲法という漢字を当てて作ったものなんですね。明治維新の頃に それまでは日本には律令制度しかありません、えー、西洋の法体系なんてのは全くなかったわけですそこで憲法民法刑法民訴訟刑訴訟と法律を作るということになります明治維新の時に西洋諸国に追いつき追い越せっていうので西洋からいろんなものをやっぱ取り入れて学びます その中に議会制民主主義議会政治なんていうね、政治の仕方も西洋から学ぶし法体系も西洋から学ぶし資本主義という経済も西洋から学びそして近代化を図っていくというのがいわば明治維新だったわけですね。 その明治維新の頃に西洋から法体系を輸入してそしていろんな新しい概念を作り出しました前にも体系マサでお話をしましたが権利という言葉すら日本にはなかったんですから英語の「right」それを「権利」という漢字を作り新たな権利という日本語を作り上げていったわけですよ同じように「constitution」という言葉に対して「憲法」というそういう漢字を当てて「 いいわば憲法という概念を作っていったわけなんですねでそのコンスティテューションというのは、まあ、構造とか体制とかあ仕組みだとかそんな意味合いがもともとの英語にはあるわけですからそのコンスティテューションというのは国家のいわば基本構造国家の基本構造とか基本法なんだというそんなイメージで、まあ、コンスティテューションをそういった憲法という漢字を当てて作っていったよというわけです。 ちなみに六法という言葉ありますよね。この六法というのも三つくり林清という学者が西洋にはねその六つの重要な法律があるんだっていうので、その六法というのでまとめて作った言葉だったんですね。ですから六法の中に憲法、民法、刑法。 省法民主党省法訟、刑訴訟、この6つでまとまって6法だ、まあ、当時はまだ行政法が概念なかったですけれども、そうやって6法をまとめて、まとめちゃったものですから、本当は6法でひとまとまりじゃないんですね、憲法とは別枠、憲法プラス5つの法律というのが本当は正しい理解なんですが、当時はあんまり憲法の特別、 の位置づけはよく分かかかっってなかったもんですから憲法も入れてまとめて六法という言葉を明治維新の後に作っちゃってなんてことなもんですから憲法は法律の親分だ憲法は六法全書の一番最初に出てくる普通の法律で一番偉いやつだというイメージをつい持っちゃうんですがまあそれは明治の時に憲法の特別な位置づけをあまり意識できてなかったからかもしれません。 さてちょっと余計なことをいろいろ言ってしまいましたが憲法という概念も明治維新の時に新たに作り出された言葉なんだと実はその憲法をいろいろと整理することができます1の21ページなんですが1の2の憲法の意味のところなんですがこの憲法の意味というのは憲法の整理分類の仕方です憲法をどんなふうに分類できるか整理できるかなというと ちょっと次元の違う2通りの整理の仕方縦一形式的意味の憲法と自主的意味の憲法とありますがこれは憲法がどういう形で存在しているのかといういわば憲法の存在する形式その存在する様式に着目をしたものなんですちょっとそれだけでは抽象的で分かりにくいですよね1形式的意味の憲法憲法という名前で呼ばれる成分の法典まあ、憲法典というわけです 大日本帝国憲法とか日本国憲法だとかアメリカ合衆国連邦憲法だとか大韓民国憲法とか何か憲法という名前で呼ばれる法がありますよねそれを形式的意味の憲法というふうに意味ます。ここでいう形式は憲法の名前がついている憲法という名前で呼ばれるまあただそれだけのことだと思ってください。 それに対してもう一つ括弧に実績未の憲法というのは名前が何だろうが名前じゃなくて中身に着目をしてある特定の内容を持った法を意味しこの特定の内容とは具体的には国家の機関や権力の組織と作用や及び相互の関係を規律する規範だと書いてありますが要するに実績未の憲法というのは、まあ、国家という組織を基礎づけている法というぐらいの意味合いです。ですから あ国家の機関権力の組織や作用相互関係ということですから結局は国家という統治団体を基礎づける基本法というような意味合いなんですねうんもう一度言うと形式的意味の憲法というのは憲法という名前で呼ばれている法がありますねというそこに着目をして形式意味の憲法憲法で名前がついていれば形式意味の憲法だということになりますそれに対して カッコ2は実質的意味の憲法って中身に着目をして国家の基本構造を定めた法であればそれは実質的意味の憲法ですねということになります名前がついていようがついていまいが関係ない国家の基本構造を定めていればそれは実質的意味の憲法だということになりますしかもその実質的意味を定めていればと今言いましたがその定めているというのは条文の形で定めておく必要はありません例えば慣習で定まってます うちの国は監修としてこういうことになってるんですそれでも構わないですですから内容は問いません内容は問わないっていうのはちょっとわかりにくいかもしれませんがとにかくその国の基本構造どんなふうに権力が行使されるのかというような定めであればそれは自主的意味の憲法と言って構わない憲法と名前がついているかどうか全く関係ないということになりますしそして 条文の形になってようが慣習の形で決まっていようがそれも関係ないですから括弧2の3行目成文であるといいなと問わないというふうに書いてきましたが重要です成文であるといいなと問わない条文の形になっているかどうか関係ないぞということになります 国会法という法律ががありますが国会法法という法律もこれも国家統治の基本に関するものだということになればこの自主的意味の憲法の一内容だというふうに言うこともできますまた条文の形になっている必要もないし慣習としてうちの国はこうなっています慣習としてこの国は独裁制を取ることになっていますそれも独裁政治をするんだという、えー、自主的意味の憲法は存在します。ですからこののの意味の憲法というのは いば国家の基本構造を何らかのお、まあ、形で定められている法であれば条文の形であろうが慣習であろうが憲法という名前がついていようがついていまいがとにかく国家の基本構造を定めていればそれは自主的身の憲法ですということになります。というわけで憲法と名前がついてますか決して君の憲法いや名前は関係なく国家の基本構造を定めた法ですかこれは自主的身の憲法ということになります。 ままず整理がありますもう一つちょっと次元の違った整理として固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法縦にのところなんですが固有の意味の憲法というのは今の自主的意味の憲法とほぼ同じことだと思ってください国家の基本構造を定めたそういう憲法それは形式的意味の憲法に対して自主的意味の憲法といいますがその自主的意味の憲法は同時に固有の意味の憲法とも呼ばれるんですね。 えー、縦2の括弧1を見てください国家の統治の基本法を定めた法としての憲法、まあ、先ほど実質的意味の憲法で言ったのと同じことですよね国の統治のお、ね、国の仕組み構造の基本を定めた具体的には国家の機関権力の組織と作用及び相互の関係を規律する規範が固有の意味の憲法であるあれこの中身は実質的意味の憲法に書いてあるのと同じじゃないそうなんです実は実質的意味の憲法というのと固有の意味の憲法というのは まあ同じことと言っていいですただ何と対にして理解するのかその整理の仕方着目したポイントというかなその整理の仕方がちょいと違うだけなんですね。でちなみにこの小う意味の憲法というのは矢印この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在するこれもうまくしていきましょうどの時代であろうがおよそ国家である以上国家というのは国土国民権力を持ったその国家である以上その権力の行使の仕方を定めた法はあるはずだと。 条文の形になっていようがなっていまいがすなわち成文であろうが不文であろうが慣習であろうがあ何らかの形が独裁国家であろうが民主的な国であろうがここの国のののの国国国形ははは構構造造独裁国家という構造なんんでですすすよ存在る日本でも江戸時代だってそれは幕府があって各藩があって日本という国の統治の仕方というのは一応ルールが決まっているわけですよ。 そういうい立教体制のようなものからその幕府があってどうしたこうした一応国の形はもうこれは相当今進んだ江戸時代のののいわば固有の憲法というのはあったわけです,ですからいつの時代でもあるしどんな国にもあるし日本では江戸時代にだってあったし昔の室町時代だってあったし今であればイスラムの国でもあれば北朝鮮にもあるしロシアにもあるしどこの国にも。 これはあるものそれが固有の意味の憲法だよというわけです。でこの固有の意味の憲法は先ほどのすぐやの「実質的意味の憲法」と中身同じなんですが2つ目の矢印固有の意味の憲法とは実的意味の憲法とは同一の事柄を示すものではあるが。 のうう意味の憲法は事柄の性質に着眼したすなわちその中身に着目をして説明しているのが固有の意味の憲法に対して実的意味の憲法は事柄の存在形式に着眼存在形式として憲法とと名前で呼ばれる方形式ですかあそれともその中身に着目をしてみるんですかというところでこう整理をした存在の形式に着眼した事柄の性質に着眼マークしましょう存在の形式に着眼マークしておきましょう。 うんいわば事柄の性質というのは憲法の中身内容に着目をして整理をしたのが固有の意味の憲法ということで、えー、自主的意味の憲法は形式的意味の憲法とは別に ある特定の内容を持って国家の基本法であればそれはもう憲法と言っていいんですよこれが実質的意味の憲法ということになります。存在の形式に着目しているよということなんですね。さて固有の意味の憲法というのはそういうわけで日本で言えば室町時代にもあったし江戸時代にもあるしもちろん明治そして今の時代もありますね。どこの国でもいつの時代でも国家が存在する限りはその国家の存在形式というか国家の権力の行使のいわばルールみたいなものがあるはずだろう 繰り返し独裁国家であろうが民主国家であろうがそれはあるはずだというのがその固有の意味の憲法の中でも特に近代において近代西洋の国々において個人の人権を守るための憲法という特殊な中身を持った憲法を それを立憲的意味の憲法と言うんですね括弧の2立憲憲的意味の憲法または近代的意味の憲法とも言いますこれは自由主義という特定の価値観自由が大切だという一つの価値観考え方に基づいて定められた国家の基礎法だぞということです。いいで,すですから固有の意味の憲法いろんな、ね、独裁国家の憲法もあればあ、ね、共産国の憲法もあればイスラム国の憲法もあればいろいろある。 で時代も国もいろいろあるその中で特に自由主義という価値観に基づいてできた憲法ということです個人の自由が大切だという価値観考え方に基づいてできた憲法を立憲的意味の憲法と呼ぶそうということなんですねでその,下その目的は政治権力を制限して人権を保障することにあるこれちょっとまとましょう立憲的意味の憲法の目的は政治権力を制限し人権を保障する とといいううころにあるぞというわけさまざまな固有の意味な憲法の中でも特にこの目的政治権力を制限して人権を保障するためのそして自由主義という価値を守るための憲法それを立憲的意味の憲法とか近代的意味の憲法と呼ぶんですよということなんですね。ですからこのページ一番下の矢印。 これから私たちが勉強する憲法学の対象としての憲法とは「太字」マークしましょう国家権力を制限して国民の権利自由を守ることを目的とする憲法すなわち立憲的にの憲的法をこの太字マークしてもらって A ランクですがこの定義がまさに通常この教室で憲法の定義としている。 国家権力を制限し国民の権利を守ることを目的とした法のことを憲法と言ってきますよという、まあ、憲法の定義でもあるんだというわけです。国家権力を制限するそれは憲法の本質だという意味で to is to limit. リミットをかけていく制限していくでそこがまあ一つの憲法の重要な目的役割だ重要なことなんだよってなんでというとそれが人権を保障するため人々の権利を保障するためだということなんですね。権利をを保障するために憲法を作り そして国家権力を制限するしかもその国家権力は権力を分散させた方が人権保障になるよねつなじ権力分立という構造を取った方が国民の人権を守ることにつながるねということで人権保障と権力分立この2つが近代的な憲法の2大本質だということも体系マスターでやりましたよね。 そのことを明確に示しているのがその矢印のすぐ上、EG というところに書いてきました EG は EXAMPL、これから、ね、例えば、略語として、適トの中で EG と出てきますが、権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会はすべて憲法を持つものではない、1789年、フランス人権宣言の16条というところにこの条文が出てくるんですね、このフランス人権宣言の16条、これ A ランクでとても重要です。 これがね何か担当の知識で聞かれることはまあないだろうなとは思うのですが権利の保障をマークしてください権力の分立マークしてくださいこの権利の保障と権力の分立この2つであくまでも憲法だぞと言っているのがフランス人権宣言16条だということなんですねあとでフランス人権宣言16ページで確認をしますテキスト16ページ開けてみてくださいテキストの16ページ 開けてもらうとそこにフランス人権宣言ととアメリカ独立宣言の冒頭だけちょっと入れてあります1人権宣言17年1789789この番号はもう覚えてくださいねというふうに前も言ったかなと思うんですが第16条「権利の保障が確保される権力の分立が定められてない社会は全て憲法を持つものではない」というちょっとね分かりにくい表現なんですが「権利の保障と権力の分立」 がないと憲法とは言えないぞということを言っているんだと理解してもらっていいですというわけでこのフランシン権16条に従ってというかなその考え方を私たちも採用しています考えていますなので権利の保障と権力の分立この二つが 近代立憲主義の憲法の重要なま本質部分なんだぞということは A ランクということになりますでこれからはこういう憲法を憲法として考えていくよということなんですねさてこんな整理の仕方が2通りある形式的意味の憲法と実質的意味の憲法そして固有の意味の憲法その中に近代立憲的意味の憲法というのがあるんだぞというそんな整理をしましたが 実はもう一つ憲法の存在の形式として今までの法としては憲法では法の話をしたんですが法ではなく事実として国がどう動いているのかその実際に国が動いている事実をもうそれを憲法と言っちゃえという考え方があります。ページのアススタリスク法規というところなんですがここは B マイナスであまり気にしないでください。 私たちは法規範としての憲法というものを考えますが法規範としての憲法ではなく事実としてどんなふうに国が動いているのか現実にある国家の組織や構造その権力の行使のされ方それを事実状態としての憲法というふうに言っていきます。 私たちは法規案としての憲法ですからこうあるべきだというべき論として憲法というのを考えるんですがいやいやべきというよりは事実どうなんですかそれが憲法でしょうと実際にこの国の構造がどうなっているか事実をもう憲法といっちゃえというのが事実状態としての憲法という、まあ、そんな考えなんですけどねちょっとだけ見ておきます。 日本語で憲法というときは文字の表現通り法的概念として用いられるのは普通である法規範としての憲法これがまあ私たちが普通使う憲法のイメージ法としての憲法しかし憲法に相当する外国語、まあ、コンスティテューションだとかフェアファッションだとか、まあ、こういった言葉構造とか組織あるいは体質、まあ、そんな意味が含まれてるね実際国家という政治的な統一体の存在のありようそれ自体を指して、まあ、憲法という言葉を使われるんだということなんですがこの現実のありさま 有様現実にどうなんだそれを事実状態としての憲法を呼ぶよということなんですね例えば事実上の権力関係をもって憲法の本質を捉えたドイツの社会学者ラサール・の学説スのそれだこの説はドイツにおける1848年市民革命がプロイセン国を中心とする兵力や財力が圧倒されて失敗。 でその1849年フランクフルト憲法が一辺の歴史文書になってしまった憲法という法としてもう紙切れになっちゃったねなんていう現実を目の当たりにしてラッサルの生なしい体験から生まれたんだいくら紙切れに書い,ていいこと書いてあったってもう事実が現実がそれと全然かけ離れた形で運用されちゃったらもう紙切れの憲法はしょうがない法としてなんて言ったらしょうがない現実の運用の仕方が重要なんだと。 というまあそんんなな話なんですね確かに憲法は事実と密接に結びつき事実によって動かされるものではあるけれどもしかし憲法はその次にしましょう国家における国民及び国家機関を規律する法として規範的拘束力を持ち規範性を備えたものにな,ならないこの説のように規範面を不当に決してしまうのは極端に過ぎ妥とではないだろうやはり法としての憲法こうあるべきだというべき論としての憲法をまずはしっかりと据えて。 現実にそのべき論とは離れた現実があるよねと言ってもそれを憲法なんだからいいじゃないですかというふうにまあ認めちゃったりすることはしないぞということなんですね五番目のところパワポー憲法と法時の違いなんですが国家権力を制限するそしてある程度公共的な価値そしてある意味ではこうあるべきだという理想を示していくのがまあ憲法だねということをここでは言ってますよということなんですね自衛隊は憲法に違反する憲法違反だ という考え方が、まあ、昔は憲法の学者の圧倒的多数説今は半分ぐらいかなと思いますけどね。うん 憲法を読んだ時に憲法の条文からすれば自衛隊はそれはもう戦力でしょうこれは憲法違反ですねというの,憲法の法規範としての憲法には反するという話ですでも自衛隊現地でも存在しているじゃないか国民の圧倒的多数が自衛隊の存在を認めその活躍活動というものを受け止めて認めちゃってるじゃないかそっちがもう日本の国の形なんだその憲法なんだからもういいじゃないかと言ってしまうのが事実状態としての憲法というものです。 安保法制、新安保法制、えー、2015年にできた集団的自衛権を行使するという法律ができちゃいました、えー、圧倒的な憲法学者はこれは憲法違反だと言っているいくら憲法違反であったとしても現実にその法律ができて自衛隊がそれに基づいて海外に派遣されてるという現実もうあるじゃないかだから現実の運用がこれなんです日本の憲法はこうなってるんですというのはこの安保法制によって日本の憲法はこんなふうに変わっちゃったんだ。 とという時に事実状態としてのこれは憲法ででですすよという話ですでもこれから憲法学として私たちが勉強する憲法は現実はこうなんだからそれでもう仕方がないねと言っちゃうんじゃなくてそれを憲法として仕方がないねと言って受け止めちゃうんじゃなくてやはり、べき論としてこうあるべきだという規範としてのその法としての憲法をこれからは検討していきますよという、まあ、ある意味では当たり前のことをここでは確認しています。これ B で,良いで,すで4ページ ちょっと4ページを開けてみてみください4ページの真ん中にこう四角で憲法の整理を入れてありますここは A ランクで理解をしておいてもらえばいいかなと思うんですが担当の問題で丸抜の問題などが出てきたときに何を言ってんだと意味がわかるぐらいにしておくべきかなと思いますが。 2つ「存在形式に着眼した区別の仕方と「内容に着眼した区別の仕方とこと分けてますよと存在形式のところでは法規範としての憲法と事実状態としての憲法法規範としての憲法の中を形式的にの憲法と自主的にの憲法にこう分けてみていますということですよね。 そして今度は内容に着眼した憲法の意味なんですがこれが固有の意味の憲法すなわち実質的意味の憲法と同じことなんですがその中身に着目をして国家統治の基本法なんですという中身を持った法。 成分だろうが不文だろうがいつの時代だろうが関係なくどんな国でも持っているのが固有の意味の憲法だねその中で特に自由主義に基づいてできている人権保障を目的にした憲法これが立憲的の憲法または近代的意味の憲法と呼ばれるものでこれを我々は 検討していきますすよというわけですもちろんその他の独裁国家の憲法だとかイスラム憲法だとかいろんなものがそのほかとしてたくさんあるんだけどもそれはこれからはちょっと私たち検討の対象にはしませんということですですからあまあこんな整理なんですが3つに整理しますという先生も言います。形式的的ののの憲憲憲憲法法法が実そししてて立とね 憲法にはこの3つの側面があるよというので一形式的意味の憲法そして二実質的意味の憲法これはイコール固有の意味の憲法と言ってもいいですそして三立憲的意味の憲法日本語憲法ってどういうものなんですかというともちろん憲法の名前がついてますから一の形式的意味の憲法ではありますそして当然国家の基本法でもありますから実質的意味の憲法でもあるイコール固有の意味の憲法でも当然あるわけですね。 そしてさらに人権保障を目的にした自由主義に基づく憲法ですから立憲的にの憲法でもありますよねとということになりますですでから日本国憲法というのは形式的憲法であり自主的の憲法であり,的の憲法でありかつ立憲的にの憲法でもありますねという、まあ、そんな政治の仕方というか説明の仕方をするんだなということでこの分類は A ランクで。 まあ意味がわかるようにしておきましょうねということになります、まあ、ちょっと抽象的な話でした憲法とは何なんだというそんな抽象的な話でしたが今のここの四ページのところのねこの図の意味が読み取れてそのイメージが持てればそれでひとまずは OK かなと思いますただ私たちはその中で立憲的にの憲法近代的にの憲法を見ていくんですがそれはどんなふうにして 生まれたのかそしてその本質はどうなっているのかそれを次に立憲的憲法の特色というところで見ていくことにしますが少し休みを取ることにします。 それでは次始めますそれでは基礎マスター憲法2回目の講義を始めます。 それではテキスト3ページに入ることにしますね私たちがこれから勉強していく憲法は立憲的意味の憲法また近代的意味の憲法というものを見ていきますその立憲的意味の憲法というものはどんな風にして生まれてきたのかその基本的な考え方がどういう風にして生まれてきたのかなそれを見ていますね3ページのところの縦3立憲的憲法の特色括弧1演言というところですもともと憲法によって国家権力を制限しようという考え方は 先ほどもちょっと言いました1215年イギリスのマグナカルタの頃からあったし実はそれよりももっと前からあったらしいんですけれどもね、えー、そこの考え方を中世法優位中世法優位じゃなくて中世で切れて法優位という考え方がありました中世の時代というのは、まあ、絶対王政の時代先ほどの1215年のマグナカルタなんかもそうですが特にイギリスの国王という王様が強い権力を持っていた そんな時代またフランスでもルイ王朝なんてルイ16世14世とかね太陽王なんて言葉聞いたことあると思いますがそういう王様がいて権力を行使していたそんな時代それが中世という時代です中世の封建的な時代と言ってもいいでしょうその時にもうその中世の頃から王様よりも法の方が上なんですよ王よりも法が優位する優位の上ですよっていうことなんですが国王よりも法が上。 だから、国王といえども、法に従わなければいけませんよという考え方が徐々に生まれてきたというんですね。それを中世法優位の思想と言っていきますが、三ページ一番上、冒頭です。絶対的な君主、すなわち国王も従わなければならない。高い次元の公事の法があるはずなんだ、という考え方です。十三世紀のイギリス。マグナカルタなどができた、十二百十五年、マグナカルタができた頃の、そのイギリスの考え方なんですけれども。 イギリスで高い受縁の国王も従わなくちゃいけない法があるはずだという国王といえどもその法に縛られるんだという考え方ですその国王すらも縛る国王の上にある法がまあ私たちが今考えたものの憲法と考えてもらえばいいんですがその法が国王よりも上にあるただこの矢印最もこの中世法優位の思想は貴族など身分の特権の用語をなようとする法権的な性格の強いものであったと書いてありますが。 例えば貴族だとかまた教会の人たち僧侶の人たちだとかのいわばですからそこで守られる人たちは貴族や教会の僧侶の人たちであって農民農土の人たちは全く無視されてましたということではあるんですけどね。まあ、いずれにせよ 特定の身分を持った人の特権を守るそういう中世保有の思想ではあったんですがその国王の権力も法によって制限されるようということでしたそんな中世の時代が長く続くんですがその後にルネッサンス人間復興なんていうのがこう出てきてさらにはさまざまな啓蒙思想家の人たちがこう出てきます まあルソージャン・ジャック・ルソーだとかモンテスキューなんて人が出てくるんですがフランスなんかではねそれにも前に、まあ、イギリスなどはジョン・ロックという人などがこう出てきたりしますでそのジョン・ロックという人が1690年にロンドンで政府・二論」という論文を発表するんですね。そののジョン・ロックの年に発表された政府論という えーまあ、市民政,政府二論というねそういう、えーまあ、書物論文の中なんですけれどもその辺りのところから実は自然権思想というのがこのロックの自然権思想ロックジョン・ロックというイギリス人の自然権思想それが実は近代憲法の基本ベースになっているんですね。 でこの近代自然法内自然権思想の影響というところをちょっと見ますねロックやルソーラによって説かれた自然権の思想の内容とあります自然権思想、えー、これは3つの中身を持ってるんですねどういうことかまず丸一人間は生まれながらにして自由かつ平等である生来の権利自然権この生まれながらの権利誰もが生まれながらに自然権という権利を持ってるというんですねこの自然権という権利は生命自由財産ライフ・リバティ・プロパティ と英語では言っていくものなんですが「ライフ・リバティ・プロパティ」という「生命・自由・財産」これが自然権なんだ。誰もがが生まれながらに持ってるんだということから出発します。でこの「財産」プロパティなんですが「各人固有のプロパーなものとして誰もが持ってるはずだ」「生まれながらにプロパーなものとして持ってる」そういう財産というのもあるはずだろうということで「生命・自由」そして「財産」この3つが自然権としてとても大切な権利なんだ。 そしてそれを守るために人々はお互い契約をして、そして政府国を作り、その政府に権力を委託したんだ、権力を権力の行使を預けたんだ。これをまるに契約による政府、社会契約論こう読んでいきます。社会契約説っ読んでいきます。まにその自然権を確実なものにするために相互に社会契約を結び、人々がお互いに横の契約を結んで。 そして政府に権力の行使を委任したんだというんですね。まあ簡単に言えば契約人々が自然権を守るために契約して国家を作った、まあ政府を作った。そしてそこに権力の行使を委託したんだと考えていきます。すなわち国とか政府、まあここで政府というのは国家と置き換えて構いません。権力を行使する政府、それは権力を行使する国家と同じと考えていいです。 人々は契約によっっって政府をを作作たた国家を作ったそしてその自分たちが作った国家に権力の行使を委託したんだとこういうわけですね人そして何のために言っても自然権を確実にするため持てば自然権をしっかり守るため自然権を守るために人々がお互いに契約をし国家を作り そしてその国家に権力をやば託した権力行使を委託したんだこれを契約による政府と言ってくまたこれを社会契約説と言ってきますで権力を委託された政府国家はその権力を人々の自然権が適切に守られるように権力を行使しなければいけないんですが時にその権力行使を委託されたその政府が権力を乱用してしまったり 自然権を守ることにその権力を使わなかったりするその時に最後に3その政府が権力を恣意的に行使して、えー、人民の権利を不当に制限するような場合には人民や政府に抵抗する権利があるんだ抵抗権の保障というので、まあ、完結するんですね。うん要するに自分たちが契約によって政府を作りその契約によって作った政府に権限を委託して自然権を守ってくださいねと言ったのにきちっと自然権を守るとしない。 そ,の時にそんな時にはその政府をいわば入れ替えてしまってその政府を転覆させて壊して新しい政府を作ることができるこれを抵抗権の保障とっていくんですねこの最後の抵抗権というのは言葉を変えれば革命権と言い換えてもいいようなものですすでに存在する政府をは人々がそれを壊して新しい政府を樹立することができるんだというわけですでこの自然権というものがもともと保障されその自然権を守るために契約によって政府を作り その政府が委託された権限を正しく行使しないときには人々は抵抗権があってそれで政府を作り直すことができるというわけで自然権契約による政府抵抗権の保障この3つセットで自然権思想6区の自然権思想と言ってきますこれは A ランクしっかり理解しそして覚えてしまってください6区の自然権思想と言われたら個人の自然権の保障 そして契約による政府そして抵抗権の保障この3つ三位一体というか3つセットでロックの自然権思想というものになるんだというわけなんですね。でこんな考え方を、まあ、イギリスで1690年あたりにロックが言い始めます、まあ、それをその後ルソーラなども認めていくよということになるんですがうーん誰もが生まれなりに自然権があるんだよね。 生命自由財産が出発点でした財産を守るというのが出発点でしたそしてそれを守るために契約によって政府を作るこれは人々がお互い契約をするんですよ国と契約するんじゃないですからねだってまだ国はないんですから人々が契約によって国政府を作りましたそして自分たちが作った政府に権限行使を権力の行使を委託しましたというそんな説明になるぞということです 特ににこの契約による政府という発想まさに国家も契約によって出来上がったんだとこれ社会契約者という考え方なんですけどねここはもう聞き流してもらっていいんですがその根底にはやはりヨーロッパの人たちの契約というものに対する基本的な重要な考え方契約は守らなければならないでその契約とは人々の間で契約をするんですけどね実は元々は キリスト教社会西洋のキリスト教社会で生まれた契約という発想なんですがそれは神との契約で自分たちは生きてるんだこのののの縦神神とと契契約約発想があります神と契約をして自分たちは生きてるというそういう縦の契約神との契約の発想がある神は絶対それに従うという契約で自分たちは生きているその縦の契約の関係を人々の横の関係に応用したんですね。 神ととの契約という発想が最初にありますそしてそれを人々の横の契約にも応用して作ったのが、まあ、契約という概念なんですねですからもともと契約という概念はそんなキリスト教の神との契約というところから生まれてきているものですから西洋の人たちにとってみればその宗教観キリスト教の宗教観もあって契約はまずしっかりと絶対に守んなくちゃいけないっていう発想が根底にあるよということなんですね。 まあ日本では契約という概念がもともとなかなかなかったりすると神との契約を横に応用して持ってきたなんて発想ないもんですからそんなに重大だと思わないで契約なんか別に口悪さとかあんないんじゃないのというつい気持ちになっちゃいますが実は憲法もこの契約によって国家を作ったというところから説明をしていくという意味ではいわばキリスト教社会の価値観が実は根底にあって始まった考え方ということではあるんですね。うーんまあ イギリスからねこれも聞き流してもらえばいいんですがイギリスからアメリカに向かってカルヴァン派の新京都ピルグリムという,うにいわれてた人たちが船に乗ってメイフラガワー号という船に乗ってずっと行くんですね1620年ぐらいだったそうですがメイフラワー号という船に乗って。 まあ、イギリスからアメリカ大陸に渡ってえー、行きました。そのイギリスから口かイギリスからアメリカ大陸にこう渡ってった。そのメイフラワー号という船の中で、1620年の11月にみんなで約束をします。これからみんなでる新しい国を作る。その新しい国はみんなで。 ルールを作ろうでみんなで作ったそのルールにみんなで従おうということをまあそのピルグリムの人たちがメイフラー号の船の上で契約をするんですねそれによって作り上げられてきたのがアメリカ合衆国というマックではあったんですけどねでそんなこともあってロックはあ国家というものをそうやって契約によって作っていくっていうそんな説明の仕方をまあしましたさてロックの自然権思想これは本当にエイランクで重要で、えー、近代の 全てのののの世界の国家の憲法の根本にななる実は考え方だよとということなんですね個人の自然権契約による政府そしてそれを抵抗権によって最後は保障するということです。でこの中世保有の思想が近代的な憲法この6の自然権思想に基づいていわば契約による政府を作ったその時の契約書みたいなものが憲法だぞというそんなイメージなんですけどね。 でその下の矢印貴族の特権でなく広く国民の権利自由の保障を目的とするこの国民の権利自由の保障というところは個人の人権保障を目的と置き換えて構わないところですよね。 広く国民の権利中点自由の保障というところは個人の人の権保障を言葉に置き換えててもらって構いませんそれを目的としそれを実現する手段として統治の基本原則これを内容としているのが近代的意味の憲法なんですよすなわち立憲的憲法の中身なんですよということを言ってるぞということなんです。でこのののの立憲的意味の憲的法の個人の 自然権の保障そして契約による政府そして抵抗権というこの考え方1690年にイギリスのジョン・ロックという人が発表したんですが当時のイギリスでは「何この人言ってんの」「契約によって政府作ったなんて全然嘘っぱちだってそんなこと誰もやってないじゃないですか」と言ってまるで人気がなかったそうです。 実際イギリスの国というのは昔からその地域ごとの強い人たちが国王になってそして治めていったんであって人々が契約によってイングランドという国を作ったわけでも何でもないですよねスコットランドという国を作ったわけでも何でもないですから当時のイギリスの人たちからすれば何言ってんのそんな頭の中で勝手に考えたことでもう全然現実じゃないじゃないですかとかある意味では無視されていました。ほっっとかれれてたた考え方だったんです、ね、ですすねがそれを 例えばルソーなどが取り入れたりだとかしながらだんだんとこう世界に広まっていきますそして、うん、実はこのロックの自然権思想の考え方を世界で初めて形にして実現したそういう国がありますそれがアメリカ合衆国という国なんですね。アメリカ合衆国国という国は 元々イギリスの植民地でした先ほど言った1620年のメイフラワー号なんて船に乗ってアメリカ大陸に渡っていったそれからもいろんな人たちがアメリカ大陸に渡っていきます。でアメリカ大陸に渡ってた人たちがイギリスの植民地としてそのアメリカの大陸でいろいろと作物を作ったりとかして。 ま当時のその大事主の人たちがお金儲けをいろいろしたりしてたんですね。でそんな時にイギリスの議会がそのアメリカにいるイギリスの中流軍の軍隊の経費を賄うためにそのアメリカ大陸で生活をしているここはもう聞き流してもらえばいいです、えー、アメリカ大陸でねいろいろ生活をしている人たちの新聞だとかまあ手紙だとかいろんな紙に税金をかけました印紙税という税金をかけるんですね。でその印紙税税という税金を まあ、かけていくでそんな税金かけるんだったらねえっと1600ちょっと待って、ね、くださいね1765年だったかなどっかにはちょっと書いてないですね。という法律を作るんですがあ確か1765年ぐらいだったと思います。そんな法律を作って でさまざまなあそのアメリカで発行される新聞だとかあいろんなあまあ紙の媒体ですよね新聞だとかカレンダーだとかあとは証書だとかいろんなものに税金をかけましたその税金をかけるんですがそれイギリスの議会が まあ勝手に決めて税金をかけるってことをやるわけるるとこやわですねそしたらそのアメリカ植民地のアメリカの人たちの代表が一人も行っていないイギリスの議会で勝手にそのことを決められちゃった代表を送り込んでいないのに議会でイギリスの議会で勝手にそんな法律を作ってアメリカに税金をかけるなんてことをやるものですから、まあ、反発をするわけなんですね。でいろいろ文句を言ったりとかして代表を送り込ませろとかいろいろ言うんですがそれでもなかなかこう,うまく収まらない。 でその後、まあアメリカでは東インド会社というところがお茶を運んできたりだとか、まあ、貿易をするわけですねその貿易のところにもいろいろと、えーまあ、お金をかけるその貿易関税みたいなものもやっぱりイギリス議会が勝手にかけるでお茶に対して税金をかける。 でそれをボストンのところでそんなお茶に勝手にね税金をかけるなんてって言うんで、えー、そこでちょっと、えー、まあ騒動が起こるボストン茶事件なんていう騒動が起こったりするそれがアメリカの独立の戦争のきっかけになったんだと言われるんですねでイギリスからそんな勝手にイギリス議会がアメリカに税金をかけるのはおかしいと言ってイギリス議会への反発から アメリカのの独独立立戦争独立運動というのが始まりまりすでそのアメリカの独立戦争で、まあ、アメリカは勝つわけですねでイギリスから独立をしましたその時に独立宣言というのを出すすわけですそのアメリカの独立宣言というものそれがテキストの16ページだったかなのところにちょっと入れてあります。 1776年7月4日にアメリカ独立宣言というのが出されることになります16ページちょっと開けてみてくださいその16ページのところに出てきたアメリカ独立宣言というものなんですけどねまあ先ほど、ね、1700年代 ボストン茶試験年ぐらいだったかなそのボストンでお茶を運んできた船を襲撃したりなんかそんなことがきっかけで独立戦争が始まりそしてアメリカ勝ちましたで勝った後に1776年7月4日独立宣言が発表されますでその独立宣言の冒頭のところなんですがこんなふうに始まるんですね「我らは次の事柄を自命の真理であると信じる」 すべての人は平等に作られ増物種によって一定の奪うことのできない権利を与えられその中には生命自由及び幸福の追求が含まれると言っていますすなわち奪うことのできない権利これが自然権なんですねでこの2行目のところ今16ページアメリカ独立宣言のところを見ていますがその2行目これが自然権の保障を,を言っています 一定の奪うことのできない権利すなわち自然権が与えられるその中身は生命自由幸福追求の権利だと言ってるんですねもともとロックの思想は生命自由財産でしたライフリバティプロパティだったそれがライフリバティパースルトブハッピネスという幸福追求の権利という中身に入れ替わりました 生命中幸福追求の権利っていう言葉ひょっとしたら覚えている人いるかもしれませんが日本国憲法13条の講談はまさにこのアメリカ独立宣言のこのフレーズを持ってきて生命中幸福追求の権利というものを13条講談で保障しているんですね。 なわち憲法13条公団はもともとはジョン・ロックの1690年の政府二論ジョン・ロックの生命自由財産それがアメリカ独立宣言で生命自由幸福追求となりさらに太平洋を渡って日本国憲法の13条公団に入ってきてるよというわけなんですですから日本国憲法13条は実はアメリカ独立宣言さらにその前のロックの自然権思想それを源に持ってますよということですさてその中でこの2行目奪うことができない権利 自然権そしてそそれれは生命自由幸福追求が含ままると言いますそして3行目これらの権利を確保するために人々の間に政府が組織されその権力の正当性は7者の同意に由来するというわけでこの3行目権利を確保するために人々の間に政府が組織されたんだこれが契約による政府ということを示しているわけですその権利を確保するために人々の間で契約をして政府を作りましたよ とということをこう言うここをんですね3行目、これは契約による政府、これを示している、で権力の正当性は、七者の同意に由来するんだ、そしていかなる土地形態というどもこれらの目的を損なうものとなるときは、人民はそれを開拓し、彼らの安全と幸福をもたらすと認められる諸原理と諸権限の編成に基づいて、新たな政府を組織する権利を有する、この最後は抵抗権の保障ということになります。 まさにアメリカ独立宣言は自然権の保障契約による政府そして今ここに書いた最後の抵抗権の保障この3つ3密体をきちっとアメリカ独立宣言の中に入れ込んでますよ言い換えればアメリカ独立宣言はロックの自然権思想を具体化した具現化したものなんだということなんですね。 そうやってアメリカ合衆国で作られたんですよすなわち世界で初めてロックの自然権思想を具現化して作った国がアメリカ合衆国という国だぞということになりますロックが自然権思想を発表した時にはそんなもの事実と現実と全然違うじゃないか王様が国を作ったんだよ人々が契約で作ったわけでも何でもないぞと言ってバカにされてたそのロックの自然権思想をそれを元にして アメリカ独立が行われた言い換えればアメリカ独立をした人たちが自分たちの革命アメリカ革命というふうに言われますがその独立戦争アメリカ革命をそれを正当化するためにロックの自然権思想を利用したんですそしてそれを正当化する文章として独立宣言の中にロックの自然権思想の三つの要素を入れ込んで作りましたねというそんな構造になってるんだ でそれを日本国憲法はそのまま引き継いでるよということでもあるんですけどね今1776年7月のアメリカ独立宣言の中に組み込まれてるよロックの人権思想はということを言いましたが16ページの一番上フランス人権宣言さっきちょっと見ましたフランス人権宣言というのは1789年にフランスのルイ16世が倒されてそして当時のブルジュアの人たちがあいわば政府を樹立します。でその フランス革命の後フランス人権宣言というのが発表されましたあそれが市民の権利の宣言なんですがフランス人権宣言1789年になりますそのフランス人権宣言1条見てください16ページ一番上です人は自由かつ権利において平等のものとして生まれ生存するというわけですねえこの人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ生存するこれが自然権の保障と言い換えてもいいです ただ残念ながらこの冒頭の人は当時男性男しか想定されていませんでしたという限界はあるんですけどね一応人は自由かつ平等ということで自然権を保障しますそして二条あらゆる政治的結合の目的は政治的結合ということは要するに政府を作るということですがその目的は人の自己によって証明することのない自然的な諸権利の保全にあると言っていますすなわちこの二条の一行は契約による政府ということですよね 政治的な結合みんなが政治的に集まる結合していくということは自然的な権利の保全が目的なんだと自然権を守るために人々が政治的な結合をして国を作るんだということを言っていますそしてその諸権利とはその中身は自由所有安全および圧すの抵抗であるっていうんで抵抗権の保障もちゃんと2条の最後に示しているってことなんですねですから実はこのフランス人権宣言も ロックの自然権思想の影響を受けて作り上げられ自然権の保障契約塗る政府そして抵抗権の保障というのがその中身に組み込まれているぞということになっているそれを知っておいてくださいですから、まあ、アメリカの独立戦争アメリカの独立革命というのはまさに抵抗権の行使をして行われたものだったんですねイギリスでもね。 ピューリタン革命だとか名誉革命だだとかそんなのののの説明もこの抵抗権の行使らいずれにせよ自然権が保障されそれを守るために契約によって政府を作りそしてその政府がとんでもないことをしたときには抵抗権の行使をすることができるぞというこの三位一体の構造それが自然権思想6区の自然権思想なんだこれは A ランクでしっかり理解をしかつ覚えておいてほしいなと。 あいうことではありますで日本国憲法はじゃあどうなんだろうなということなんですが日本国憲法も実はこの6の自然権思想に基づいて作られているという説明をすることが可能なんですね。でそれはどういうことかというと憲法の全文というのがあります。憲法の前文 ちょっと六法で見つけてほしいんですが六法手元にない人はテキスト23ページのところにも憲法の全文をちょっと入れてあります。で その憲法の前文の第1項、まあ、冒頭は日本国民は政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し我々と我々の思想のために国民との共和による成果と我が国に全土にわたって自由のもたらす邸宅を確保し政府の公認とただし戦争の参加を起こること内容することを決意しこに主権国民に損することを宣言しこの憲法を確定するその次ですそもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって。 国民の厳粛な信託による国民から託されて権力を行使するんだぞ国政を行使するんだぞとありますがここは契約による政府の考え方が現れていると言っていいわけです。ですからこの前文の文 国政は国民の厳粛な信託による託されて国政を行うし権力を行使するんだぞこれはまさに6の自然権思想の契約による政府それがここに現れてると言って構わないぞということになりますそして誰もがもともと自然権を持っているという発想は自然権という言葉はないですがそれでも11条 とといいう条条文ちょっと見てください憲法の11条国民はすべての基本的人権の共有を妨げられないこの憲法は国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在、および将来の国民に与えられるという11条だとかあとは97条という条文もあります。97条も 見てみるとこの憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の種にわたる重閣との努力の成果であってこれの権利は国益との司令忍耐現在の将来の国民に対し侵すことができない影響の権利として信託されたものであるなんていう言葉が出てきますがこの97条11条や97条というのはまさにこれも自然権の保障をこれを言っているというふうに読むことができるねということですただ、抵抗権についての条文は明文としてはありません。 ですが後でやりますが解釈にによってて抵抗権も保障されいいるという,ふうに考えます日本国憲法が6の自然権思想の考え方に基づいてできているならば11条は97条で自然権の保障そして前文にあるとおり信託によって政府が作られる契約による政府ならば当然抵抗権の保障も憲法解釈上認められるはずなんだというふうに一般には考えていきます。このの抵抗権の保障については後で また次回あたりかな362ページテキストの362ページってところでやりますなのでテキスト3ページに戻りますテキスト3ページに戻って その先ほどの6の自然検証の丸三、抵抗権の保障というところの欄外のあたりに、抵抗権362条と条文のページ番号をちょっと参照ページで入れておいてください。CFP362 なんていうふうにね、CF ではコンファート参照というぐらいの意味合いなんですが、抵抗権。 CFP362 ととちょっとメモ入れておいいください体験マスターでもお話をしましたが実は憲法もそうですが法律の勉強はあっち行ったりこっち行ったりで関係性関連性を理解することがとても大切ですなのでこれからもこの授業では参照ページ をしょっちゅう言いますですからその参照ページをメモを必ずしてもらってそして復習の時にその参照ページを必ず確認して行ったり来たりしながら憲法の全体を把握していくっていうことに努め,て努めてくださいこの参照ページを確認したり参照したりするのは関係性を理解する上です,すごく重要なことだよということです。 さてしつこいようですが六の自然権思想 A ランクです、えー、個人の自然権の保障契約による政府抵抗権の保障三味一体で六の自然権思想でこれが近代立憲主義憲法立憲的な憲法の特徴として、えー、その本質なんだということですそれを近代の国ではフランスだろうがアメリカだろうがイギリスだろうがドイツだろうがどこの国もこんな考え方をベースにしながら憲法が出来上がっているんだぞということです でテキスト3ページ真ん中アスタリスク「ホブス」と「ロックの社会契約説」というところなんですがここはちょっと C ランクでいいです、まあ、一応これからお話はしますがあんまり気にしないでください社会契約説という考え方は今ジョン・ロックの思想でお話をしましたがそのロックの社会契約の考え方よりも前にホブスという学者の人が実は主張してたものなんですね えー、そのちょっと書いてきました社会契約説はロックよりも前にホブスによって主張されていたホブスという人は、えっとね、1588年から1679年まで生きてた人だそうです1588年から1679年まで生きてた人でロックの政府理論が1690年なものですからまあロックよりも前に生きてた人で。 クホープスはどんなことを言ってたんだろうか3行目ホープスは人間を欲求を追求し苦痛を免れることによって自己保存を図っていく利己的な存在と捉えるこの各人の自己保存の自然権の行使自己保存自分を守るための自然権というものがあってその自然権を行使することが 自然状態では放っといた自然状態で言うとっといた状態では必然的に相互に衝突し相争わざるを得なくなる状態このことを括弧の中ちょっとマークしましょう万人の万人に対する闘争状態をもたらすこんなふうに言ったんですね簡単に言えば誰もがね人間というのは利己的な自分のことしか考えれない生き物だから自分を守るために自分の権利自然権というものがあるとしたとしてもその自然権自分の権利を守るために例えば自分の財産を守るために お互いこう、ね、ぶつかり合って食い合ったりしちゃうよとぶつかり合ったり戦っちゃったりするんだよもともとはみんなの闘争万人の万人に対する闘争状態ほっといたらそれぞれが利己的な思いがぶつかり合っちゃって、まあ、闘争になる、えー、紛争状態になっちゃう自然状態で自然的にそうやって、まあ、簡単に言えば喧嘩になっちゃうようなものなんだと自然権の行使というものが結局はそういう闘争状態をもたらしてしまうんだほっといたらそんな とんでもない混乱が生じちゃうものなんだ人間というのはだからみんなでその状態から抜け出すためにそれぞれが持って自然権を放棄してそして国を契約によって国を作り国に強い権力を与えてその人々が闘争状態紛争状態戦争状態にならないように国がやっぱ権力をこうしてそれを抑えるうん何かぶつかってね権力がぶつかって人のものを奪っちゃったりだとか喧嘩やっちゃったりするときに 国が強い権力を持ってそれをやめさせるということが必要なんだと考えたんですね。で今マークしてもらった「万人の万人に対する闘争状態をもたらす」というところをちょっとマークしてもらってそこで人々は理性の乖離したる自然法を見出しそれに従って各自の,その次です自然権を放棄する社会契約を相互に結んだんです。自然権を放棄する社会契約。自自分がも持って自然がもういいらない放棄する その代わり契約によって政府を作るその遵守を保障する国家を設立すると説いたこれは主権による強い国家権力王権による強い国家権力を擁護するものこれもマークしましょうすなわちその人々がもともと持った自然権は放棄してで国を作りました契約によって国家を作りましたと。 その作った国家は強い権力を持っている必要があるんですよそして、そこでは王様の強い権力というものがまさにそれは国民の自然状態闘争状態をなんとかん、まあ、コントロールするために王様には強い権力を与えて構わないんだという王,権王様の権力を正当化するそういう役割を果たしたのがホブスの社会契約説という考え方です。ですからポイントとしては自然権の行使 各人が自然権を行使すると自然状態としてはいわば闘争状態をもたらすだから各人の自然権を放棄させて放棄してそして国家を契約によって作ったそしてその国家には強い権力を与えてその闘争状態をコントロールする。 そういう強いい強権力を与えたんだ,だからその権力を行使する人は王様でも構わない王様にそれを託して王様がその強い権力を行使して全然構わないっていう、まあ、そんな考えだったんですね。でこれに対してロックの方はというと個人個人が生命住財産といった固有の権利自然権を有しているで自然法を執行する権利も持ってるんだとだから自然状態の中で人々は完全に自由であるもののさまざまな不都合がある。 その自然,権を間違って自然法を間違って解釈してその自然権を正しく行使できなかったり、まあ、憎しみだとか愛情だとか復讐のせ思いだとか人間の個人的な感情によってその自然権を正しく行使しない不公平も生じてある時もあるそこでそのさまざまな不都合の救済策として市民政府を合意によって作り上げる自然市民が合意によって政府を作り そこに自然法法とという法の執行権限を与えるとしたんですねここにおいて国家権力はあくまでも市民が作り市民に奉仕するそういうものとして国家権力があるぞとしたわけです。でこのようにホッブは人間が他人に対して常に争う姿勢を有しているという考えを出発点としましただから自然権をまず放棄させちゃう。 えまあそのルールを破った人間は国家権力が強く制裁をする国家は強くなければいけないんだ国家は強いいわば怪物のように強いものでないとダメだというのでリヴァイアさんという怪物に例えたホブスは国家の説明をしたんですね国家はリヴァイアさんという昔の旧約聖書だったかなの呼ぶ聞かなんかに出てくるその怪物に例えて国家は怪物のようなね怖い強い存在で あって構わないしあるべきだとそれはルール破りをした人に対して国家という強い権力をして制裁をするそれが重要なんだと言ってたんですねそんなホブスの考え方についてロックは個々人が生まれながらに有しているプロパティ自然権があるんだでその自然権を守るために社会契約をするんだというそんな考え方でしたですからまあよく似たところもあるんですがホブスの方は闘争状態それを出発点とし だから自然権を放棄させて強い権力を国に与えて国が権力を行使すること強い権力を行使することはそれは正しいんだということだったそれに対してロックはあくまでも自然権を守るために自然権を守るために契約の政府を作り政府の目的は自然権を守ることなんだというそこに重点を置いて説明をするのがロックの自然権思想というものなんですね。そのののの下のパワーポン番のところなんですが これはあもう B ランクで今のホブスのところとの違いは C ランクでいいですで、このロックの自然権質のところは B ランクでなんとなくイメージが持たればいいですロックは個々人はもともと自然権があるよとともに実は自然法という法がありその執行権を持って自然法は後でちょっとお話をします自然法の執行権限を持てた で各人各人個人個人が勝手にねその法を執行すると自然法というものを、ね、勝手に行使し自然権を誤って解釈しちゃったりするとまずいことになるそこで各人が相互の契約によって自然法を執行する権力を一つにまとめますでそこで国家を作り自然法の執行権限を国家に預けるということをしましたでこの国家は伝統や文化から切り離された人為的に作り上げられた権力主体としての国家 人々が契約によって国家を作り自然法の執行権限を預けてこの自然法の執行権限はもちろん個人の自然権を守るためのものですから自然権が守れなければ抵抗権によってひっくり返されますよというのが6の自然権思想の考え方だったねということです。まあ、このパーパンの6番のところは B ランクでなんとなくそ,んなそうかなぐらいで構いません覚える必要もないです覚えておいてほし,し,しいのはしつこいようですが6の自然権思想の3つの中身。 自然権の保障契約による政府そして抵抗権の保障をというここは本当に A ランクで重要だよと考えてくださいさて先行きます4ページ立憲的憲法の形式と性質というところですがここが B ランクでイメージが持てればいいです立憲的意味の憲法は多くの場合には成文文章の形文字の形の憲法になっているすなわち形式的意味の憲法の形をとっていることが多いです。 一般には、成分の形式を取るようどうして理由の1国家の根本的な制度についての定めは文書の形にしておくべきなんじゃないの監慣習法よりも成分法の方がやっぱり勝るよね文字に書いた方がよりはっきりするし明確だからそっちの方がいいんじゃないというぐらいですあと丸に契約なんだから契約書という証拠を作っておいた方がいいよね契約書という書面の形で残しておいた方が明確だし望ましいよねというぐらいの意味合いです。 うんこれがですから多くの場合には成文法の形を取ってるよ慣習だけじゃなくてやはり文章の形になっていることが多いよということなんですね。でそれに対して公正憲法のところは立憲的憲法はその性質においては公正であるのは普通だ公正ってどういうことっていうと法律改正よりも難しい厳しい手続きでしか憲法改正ができないということなんですけどね。理由 憲法によって作られた権力である立法権は根本法とある憲法を改正することができずそれは国民のみに許されています立法権は憲法に拘束されるしたがって憲法改正は特別の手続き法律改正よりも厳しい手続きでしか憲法改正はできませんこれを公正憲法と呼ぶんですね次のページ五ページのところで、えー、憲法の形式的な分類形式による分類で成分憲法不分憲法憲法点、成分の憲法点があるかないか からただに憲法の性質で、ね、公正憲法難正憲法とあります難正憲法というのは改正が単純多数で成立する通常の立法と同じ程度法律改正と同じ手続きで憲法改正ができちゃうこれは難正憲法それに対して公正憲法は憲法改正が通常の立法の改正よりも厳しい難しい まあ多くの場合には3分の2とか5分の3とかねさらに国民投票が必要だったりして憲法改正手続きが法律改正手続きよりも厳しい難しいものを公正憲法と呼ぶということは理解をしておきましょうこの分類は B ランクこのページの分類は B ランクで理解だけしておきましょうついでに3つ目、多田さん憲法の制定主体誰が作った憲法ですかというので君主が作った憲法ですよこれは禁定憲法国民が作った憲法ですよこれは民定憲法 君主と国民の合意で作ったものなんですよこれを協約憲法なんて言います最後に協約憲法というのはあまり例はありません1830年のフランス憲法フランスは、ね、何回も憲法を作っているんですがその中の1830年フランス憲法はこの協約憲法だなんて言われますが別に覚えておく必要は全くありません近定憲法の代表例は大日本帝国憲法明治憲法は近定憲法に対し日本国憲法私たちの今の憲法は民定憲法これは知っておきましょうね 大日本帝国憲法明治憲法は金帝憲法とも呼ばれます天皇という君主が作った憲法だからです今の私たちの 日本国憲法は国民が作った憲法なので民定憲法というふうにも呼ぶんだよこれはちょっと覚えておいてくださいただここに書いてある分類は全て B ランクで意味が分かればいいですただ近定憲法民定憲法の代表例はと言われて大日本帝国憲法と日本国憲法はそれは挙げられるぐらいにはしとこうねということですそれ前のページの分類というか性質なんですがそういうわけで多くの立憲的な憲法は成分憲法でありかつ公正憲法であることが多いです とということですがただしこれ重要で B+ プラスを覚えておきましょうイギリスは成分憲法典は存在せず形式的には南西憲法だということなんですが成分憲法典イギリスにはありませんどういうことかというと憲法という名前で呼ばれる法規範は憲法と名前がついた例えば日本国憲法とかねアメリカ合衆国憲法だとかドイツ連邦憲法だとか憲法と名前がついた法はないんです。 イギリスの場合には昔のマグナカルタだとか権利請願、権利焦点だとか人身保護法だとか国会法だとかさまざまな法律と通常呼ばれているようなものも含めてイギリスの自主的な身の憲法を作り上げているんですねですからイギリスには憲法点憲法の名前で呼ばれる一つの法,律が,あるわけじゃ法があるわけではないんだということは知っておいてください。 ちょっと変な国変わった国というかねやっぱり伝統を重んじる国ですからそれまで伝統で作り上げてきたさまざまな方法が全部実は憲法を作形作ってるよ憲法の一部だよということですですからマグナカルタのいくつかの条文は憲法として今でも使われるしまた「権利商店」なんていうもののね1689年の権利商店なんかも今のも使われたりするし。 人身保護法だとかさまざまな法律国会法だとかさまざまなそういった法律も今、憲法とイギリスの憲法として使われるよそれは実質的意味の憲法として固有の意味の憲法として使われるよかつ立憲的意味の憲法でも当然あるよということではあるんですね。そんなわけでイギリスでは成分憲法点がない形式的には南西憲法だこれ B プラスで覚えておきましょうというところであります。このページ一番下は立憲的意味の憲法のところですがこれはもう特にいいでしょう今までお話ししたことの確認。 国家統治のの本質は権力の方針にあるそれは乱用される恐れがある権力は腐敗する絶対的権力は絶対的に腐敗するこれはイギリスの19世紀の歴史家でもあるアクトン教という人アクトン教という、ねまあ、貴族の方なんですがその19世紀の歴史家のアクトン教の有名な言葉なんですね権力は不敗する絶対でその結果国民の拳銃を侵害してしまうことがあるよねだからそこに歯止めが必要だ。 国民の権利を守るために憲法というもので歯止めをかけるんだというわけです。したがって憲法では国家権力を制限し国民の権利を守ることを目的とした国家の基礎法のことを言うんですよというわけでフランス人権宣言16条にそれが表れてますよねということの確認の話ではありました。というわけでこれ立憲的憲法の特色前のページ3ページしつこいようですが6の自然権思想これが A ランクでとても大切ということになります。さて6ページに行きます憲法の特質 この憲法の特質というのは立憲的意味の憲法の特質近代的意味の憲法の特質と考えて構いません主に日本国憲法を想定しますが実は近代的意味の憲法であるならばこの3つ自由の基礎法であり制限規範でありそして最高法規であるというところは実は世界の近代的な憲法皆共通と考えていいですなんですが一応日本国憲法を念頭に置きながらお話をしていきます自由の基礎法である そしてかつそのためには制限規案でありそのためには最高法規であるというこの3つの流れ自由の基礎法制限規案制そして最高法規制この3つこの流れで重要なんだということはもう A ランクで体系マスターですでにお話をしていることですよねそれをもう一度ちょっとなぞりながら少し深めてみますまず6ページ縦一自然自由の基礎法というところですが1行目括弧1の一行目,行目をマークしましょう自由は立憲主義の根本的な目的であり価値である。 自由という価値のために立憲主義すなわち憲法によって国家権力を制限するということが生まれたわけですからまさに自由という価値これが立憲主義の根本の目的でありまた価値なんだこれとても大切な A ランクもう一度確認しましょう。 ですから立憲主義という言葉は時に自由主義とほぼ同じような意味合いで使われることもあるよということを体系マスタリーでもちょっとお話をしたことがあったかなと思うんですが自自由由ととととと立立憲憲は本当にに密接に結びついいいてるるるんんだだううここでですすを守るために立憲主義があぞ昔はマグナカラトの時代は貴族だとか教会だとかの自由のためにの立憲主義だったわけですが身分の特権を守るそういう意味の自由を守るための うい、ん、わば憲法立憲主義だったんですが市民革命の後は個人の自由個人の人権を守るための憲法立憲主義に変わったぞというのもいいですよね近代市民革命によって身分の特権から個人の人権の保障へ個人に着目をしてその自由を守るためという,うにこう変わってきたよということでした でえー、2行目、まあ、そんなこと書いてありますこの自由の観念は自然権の必要に基づくこの自然権を実定化した人権規定が憲法の中核を構成する根本規範なんだでこの根本規範を支える革新的な価値が人間の人格、えー、不可侵の原則であり個人の尊重とか個人の尊厳という考え方だぞというわけです、えー、過去に、まあ、このね個人の尊重個人の尊厳が中核的な価値だこれまず太字マークしておきましょうか個人の人権尊重個人の尊厳 個人の尊重とか個人の尊厳の原理これが中核的な価値だぞということになりますそして括弧の憲法は通常立法権主要権行政権及び憲法改正手続きなどについての規定が設けられますがこれらの国家権力の組織を定める規範括弧の中間巻祥太字、組織規範国の組織はどうなってますかということを憲法が定めていますそれぞれの機関に国家作用を受験する権限を授けるという意味で 憲法は受験規範でもあります過去の中はマークしましょう受験規範でもあるもう金田憲法に不可欠と言えます組織国家の組織を定めそしてそれぞれの機関に一定の権限を授ける立法権を国会に授ける行政権を内閣に授ける 司法権は裁判所に受験する、授けるそういうことを決めているよ、これも確かに重要なんです、しかしこの組織規範であり受験規範であるということはより基本的な規範である人権規範に奉仕するもの、この人権規範に奉仕するもの、これも、A、ランクでマークしておきましょう。すなわち人権というのののは統治機構の条文の 目的統治機構の目的である人権統治は目的手段の関係にあるんだということをもう一度確認ですその下にちょっと三角のような絵を描いてきました個人の尊厳個人の尊重これが革新的な価値そして人権規範と統治機構とあります人権の下の目的マークしましょう統治機構の下の手段これもマークしましょう目的手段の関係にあるでそこで矢印で奉仕するというねうんそんな奉仕する すなわち統治機構という手段が人権という目的のために奉仕する関係にあるんだぞということをそこに示していますで、その統治機構のまあ、右下にね、組織規範であり受験規範であるという言葉を入れてきましたが統治の条文は人権の条文のねあくまでも人権の条文が目的であり統治の条文そして組織を定める権限を授ける受験規範組織規範のところはあくまでも人権のための手段 目的手段だよこの目的手段の関係人権統治は目的手段これは本当に A ランクでとても重要な憲法の基本構想と言っていいかなと思います。でその時にね人権が目的で統治が手段でそれは人権の条文と統治に関する条文があったら憲法の中にはね例えば日本国憲法であれば第3章10条から40条までが人権の条文が並んでるんですね。それから いうかそれ以外は統治機構国のの組織の条文です、まあ、典型的なのが国会内閣裁判所について、ね、41条以下65条以下76条以下に国会内閣裁判所に関する条文がありますそうすると憲法の条文の中でも国会内閣裁判所といういわば統治機構に関する条文と。 10条から40条までの人権の条文とあった時に目的手段の関係にあるということはどっちの条文が重要だろうかというとそれは目的に関する条文の方が重要だということが言えます。言葉を変えれば目的手段の関係にあるということは目的である人権の条文の方が価値があり当地の条文はそのための手段だから価値において序列がある。 ということを示しているんですねこのね人権と統治が目的手段ということはこの人権の条文と統治の条文の間には価値序列があるということを意味します。という言葉の下にでも価値序列あり。 ととといいうことをちょっと目も入れてください価値序列があるんですね人権の条文が目的であり統治の条文がそのための手段だということは目的と手段という関係の時に目的の条文と手段の条文の間には価値の序列がありますよ、まあ、価値の優劣がありますよどっちが上 どっちがより大切な条文なんですかというと人権の条文の方がより大切な条文なんですよその次に統治の条文があるんですよ価値の序列があるんですよということを価値序列ありというふうに言っていくんですね。ななんで価値の序列になる目的と手段だということがなぜ目的の条文と手段の条文の間に価値の序列があるなんてことが言えるんだろうね。どうしてそんな の序列なななんていうことになるのかな目的のために手段というのがある目的のために手段があると考えますから目的のために手段は選択すする対象なんですね人権を保障するという目的のためにどういう手段がいいのかないくつかある中で最も適切な手段を選びましょうという話になりますからやはり目的が先だし目的の方が重要だということになります。 人権の条文が目的その人権保障のためにどんな国家の組織やまた受験の仕方が一番適切なんだろうというんで当時の条文があるから目的手段の関係そしてそこには価値の序列があるでこういう価値の序列を憲法の条文の中で考えますというそんな考え方を自然法論と呼ぶんですちょっと飛飛んで9ページに飛びます。 9ページの四角のすぐ下かっこ3。憲法の価値序列っていうところ、ちょっと見ちゃってください。9ページの真ん中のあたりでかっこ3で憲法の価値序列というところがあるかなと思うんですが、この憲法の価値序列というところをちょっとね。見てください。 でそこで何言ってるかということなんですが自然法論に立つと憲法の条文には価値の序列があるということが言えるすなわち条文をまず丸一個人の尊重という根本的な価値観に基づいて,きてまず個人の尊重これがまず最初次に丸二それを直接具体化する人権規定個人として尊重するそれを直接具体化したのが人権の各条文だそしてさらに丸三その人権規定を全うするの手段として統治機構の規定というわけで 実は13条個人の尊重それからさまざまな人権の条文そして統治機構の条文というふうに3段階の価値の序列があるということなんですねというふうに分類や順位付けができることになるこのような憲法規範を一つの価値序列として捉えるちょっとこれマークしましょう憲法規範を一つの価値序列として捉えるという考え方を私たちは取るということです憲法の条文は皆フラットで同じ 価値じゃない13条が一番大切次に人権の条文が大切そして統治の条文が大切というふうに価値の序列があるんだ。 という考え方を取りますこの価値序列を捉えて「個人の自由の尊重とそれに基づく人権体系を憲法の根本に規範とする発想を取るべきである」なんて書いてありますが憲法は価値序列があるるんだといいうう考え方を取るぞということですこういう憲法には価値の序列がある憲法の条文には価値の序列があるんだという考え方を自然法論というふうに呼んでいきます。自然法論という考え方はこんなふうに憲法に価値の序列をつけて考えるんですよ。 という考え方なんですねその自然法論という考え方が憲法の条文には価値の序列があるというそういうまあ考え方なんですいやいや憲法の条文には価値の序列なんかないですから全部フラットでいいんですという考え方を法実証主義といいう,うに言っていきます前のページ8ページの下縦4括弧1法実証主義そして括弧2自然法論 とあるんですが私たちは自然法論の考え方を取るぞということなんですで、えー、前のページ8ページ下の括弧1法実証主義というところをちょっと見てください法実証主義とは実定法以外に法は存在しないという考え方19世紀のドイツではこうした考えが中心だったとこう書いてあります実定法以外に法は存在しないすなわち自然法なんていう法はないそんなものは考えないと いう考え方なんですね実定法以外法法は存在しないじゃあ実定法って何ということなんですがその下のアスタリスクの中央を見てください8ページ一番下です。実定法とは一定の時代一定の社会において行われている法実効性を持つ法のことを実定法と言います。ちょっと分かりにくいんですが今現実に使われて存在している法のことです。それは成分もあれば不分のものもあります慣習法なんていう法もあります。今現実に その社会で使われている法のこと、それを実定法と言います。で、その実定法の追概念が自然法なんですね。今、現実に使われている法ではない。それは頭の中でそういうものがあるってことにしましょうと考えただけの世界が自然法です。現実に今使われている法、実定法。 実際使われてるわけじゃないけどナチュラル・ロー自然法というのがあるはずだよねという考え方を自然法と言いますが自然法みたいなものは一切考えない今現実に使われている法だけを問題にしますそれを法実証主義とこう言うんですね。だからら自然法といいう考え方を取らない そんななものは存在しない今現実にこの世の中で使われている法だけを問題にしますよ法というのはそれしかないんだというのをこの法実証主義というんですね自然法と実定法これ追概念です間違っちゃいけないのね実体法と訴訟法という追概念とちゃんと区別をしてください。 実体法民法刑法という実態法に対して民事訴訟法刑事訴訟法行政事件や訴訟法というのが手続き法訴訟法ですよね実態法と手続き法もしくは訴訟法実態法と手続き法という区別と自定法と自然法という対この2つの対概念は全く別物ですからこれは A ランクで区別ちゃんとつけてね自定法と。 それと自然法が追害念、ね、実体法とそして手続き法これが追害念、ね、民法刑法という実体法民事訴訟法、刑事訴訟法という手続き法それも現実に今日本で使われてますからもちろん実定法だよということになります実体法も訴訟法も含めて今使われているんだからそれは実定法ですからということになるということですさて 法実証主義というのはそういう一定法しか考えないもう自然法なんかあんままだ考えないもう今使われている法だけを問題にすればいいんだぞというのが法実証主義という考え方ですでこの法実証主義という考え方に立つと憲法の価値序列は認められないということになりますどうしてだと思うちょっとねこの法実証主義の考え方なんですがこの法実証主義の考え方に立ったら 憲法の価値序列などは認められないとちょっとねメモを入れときましょう。実定法法以外には存在法は存在しないという考え方、ね、8ページの下なんですが線でも引っ張って要するに自然法などは考えないということですがこの立場に立つと憲法の価値序列は考えられないということになります。憲法の価値序列ななどは考えないというのがこの 実定法以外に法は存在しないという法実証主義の考え方だぞということになります憲法の条文に価値序列は考えないというか考えられないどうしてだと思います法実証主義の考え方に立って実定法以外には法は存在しない自然法なんか考えないということになるとすると憲法の価値序列などは考えられませんということになるんですがそれはどうしてだと思います まあどうしてっていうほどのことでもないかもしれませんが憲法のの条文に価値の序列をつける例えば私たちのように13条が一番大切次に人権の条文が次に大切統治機構の条文は3番目に大切といって序列をつけるどれが一番大切な条文かということの価値の序列をつけるということは憲法の条文に価値の序列をつけるための方が憲法にも上にないとダメでしょう。 とということになりますその一つのルールに従って序列はつけることになりますからその序列を決めるルールが何か憲法という実定法とは別に憲法という実定法とは別に憲法という実定法の条文の序列をつけるルールを決めた方が存在しないと序列はつけられないんですよ。何かで、ね、比べる時に 何をっって比比べべるのかかというう基準ががなかったら比べようがありません例えば私と隣に何か人が立っているさあどっちにしますかと言われた時私と隣の人を比べる際の何で比べて選ぶんですか何で比べて優劣を決めるんですかというその価値の基準を定めたルール何か ね、その基準ががなないいと比べよようがないんですよ背の高さで比べますか体重で比べますか年齢で比べますかっていうところでどちらが上ですかっていうことは比べるものによって違うわけじゃないですか。しかも背の高さで高い方が上ですか背が低い方が上ですか体重が重い方が上なんですか体重が軽い方が上なんですかっていうことの基準を決めとかないとダメですよね。体重の重のい方が上だ という基準があったとすると体重の重い方を上とするというルールを決めた方があるとそれに当てはめると私の体重と隣の人の体重を比べてどっちが体重が上かなあ上だからあこっちの男の方が上だねということが決められるわけです何かの序列をつけるということはその序列を何をもって序列をつけるのかそして何をもって序列を上とするのかのルール を決めとかないとダメそのルールを決める方がその当該序列をつけるものの別に他にないとダメです実定憲法の条文の価値序列をつけるということは実定憲法の条文の価値序列を決める方が存在しないと序列つけられないんですよなので法実証主義というのは実定憲法しか考えない今存在する憲法しか もう法はないと考えますから憲法の条文に価値の序列をつけるための法なんては考えないわけですよ。人権が大切なんていうそこには価値観は入れ込まないということになりますからどの条文も同じ憲法の条文としてフラット対等だというふうにわざるを得ないということになります私たちは憲法の条文に十三条が一番大切次に人権の条文次に当時の条文価値の序列をつけるということは その個人の尊重というのが大切な価値だということを示す法が憲法実定憲法実定法としての憲法よりも別にないといけないそれを自然法と呼ぼうということです。実定憲法とは別に自然法というものがあるはずだと考えましょうという考え方なんですね。それが自然法論という考え方ですです うんにますね9ページの一番上確認のところ自然法論とは2つの中身を持っています1。人間を生にししてて自由活病等で生来の権利自然権利然有しているこれは個人国民個人の自然権を保障するというのが一つの中身から丸二、その自然権を確実なものにするために相互に社会契約を結び政府に権力の行使を委託した という考え方であるこのには契約による政府さっき出てきた考え方ですよね6の自然権思想の契約による政府の考え方が2に現れてますねということになります。① は自然権の保障そして2は契約による政府まさに6の自然権思想の12の2つを内容としたのが自然法なんだと考えます。 でこの自然法の考え方は実定法としての憲法が存在する以前から実定法を超える法として自然法というものの存在を関連する実定法としての憲法とは別にその実定法という憲法が生まれる前から自然法としてのこの2つの中身を持ったものがあるんだと誰もが個人の自然権が保障されている。そして その自然権を守るために人々が契約によって政府を作ったんだそしてそのための憲法を作ったんだというのがこの丸二の中身ということになります。① はちょっと単純な言葉にするとね、えー、国民個人の自然権ちょっと脇にメモっときましょうかこの丸は一は一人国民の自然権国民個人の自然権といっていいです。 そそしてその国民一人一人の個人の自然権の保障というのが一でその国民個人の自然権を守るために契約による政府を作ったその政府を作るときに契約をしたその契約書みたいなものが憲法ということになりますから国民が憲法を作って契約による政府を作ったと考えますからこの二は国民の政 憲憲政権権では憲法制定権のことを略して政権権と言います憲法制定権これを略して国民の政権権と言っておきますですから2をちょっと圧縮して国民の政権権とメモしておきましょう1国民個人の自然権2国民の政権権この2つが自然法の内容だと考えるんです 誰もが生まれながらに国民一人一人個人は自然権があるその自然権を守るために契約によって政府を作り上げたんだその時に憲法を作って契約をしたんだと考えて契約によって作った政府を憲法で縛っていくという発想を取るわけです。えー、丸一として国民個人と自然権、で丸二として国民の政権権憲法制定権を略して政権権と言っていきますが。が この2つ国民の自然権と国民の政権権この2つが自然法の内容だこの2つが自然法の中身だと考えましょうということなんですね。 えー、一人一人誰もには個人,のせ、えー、個人の自然権がありそして国民には政権権があるんだとこの二つの中身を持った自然法というのが憲法できる前からあるんだと考えるということですその自然法法に基づいて憲法が作られただから作られた後の実定法としての憲法はその自然法の価値基準に基づいて価値の序列ができるんですよというわけです。 誰もが生まれながらに個人としての人権を持っているそれを守るために契約の政府を作ったんだから、ね、そのためにということは目的手段の関係なわけですよ。この2行目の丸に自然権を確実なものとするために相互に社会契約を結んだと言っています。それは個人の自然権が目的 そのために社会契約を結んで作った政府統治機構はそのための手段だというわけです。ですからこの「ために」というところを点々強調でもしてここに目的手段の関係が示されている。がが目的丸二が手段という目的手段の考え方すなわち自然法の中自体が この丸一が目的で丸二が手段というものが自然法として存在しそれをいわば実定化して憲法というものが作られたんだだから憲法の中にもその価値の序列自然権が重要で目的でありそして統治機構がそのために作られた政府統治機構の仕組みが手段だという価値序列の構造がそこに反映されてるんですよという考え方なんですね そんなわけで憲法の中に価値序列を考えるそれは自然法論の考え方に基づいてその自然法の中身って何ですかというと個人の自然権とそして契約によって政府を作るその時に個人国民の政権権というのがあるんですよというそんな考え方それがありその自然法の中身それ自体に自然権が目的でありそして そののための契約による政府すなわち国民の政権権によって作られた政府がそのための手段だという目的手段の関係がもう自然法の中身に組み込まれてるんだというそんな発想でそれを条文の形にして実定化して作ったのが憲法だ。 ということになります。表があります。法治主義と自然法論、これは B ランクでイメージが持てればいいです。あ今のね自然法の中身二つ丸一丸二とい二つだよ。これ B プラスで重要で六の自然権思想の丸一丸二を示している。それと同じだと考えてもらって構いません。この六の自然権思想の最初の二つが自然法の中身だねと考えてもらって構わないです。ただ丸二が契約による政府なんだけどそれは先ほどから言ってる国民の政権権。 契約によっって政府を作ったそしてその政府を縛るために憲法を国民が作ったということですから国民に憲法制定権があるということなのでこの「丸には国民の政権権を置き換えることができます。もっと言えば「一の国民の個人の自然権は自由主義という価値観に基づく国民が憲法を作って契約によって政府を作ったこれは民主主義の価値と言ってもいいです。ですから ① 国民の自然権は自由主義の価値丸に国民の政権権は民主主義の価値と言っていいですがその2つの中身を持ったのが自然法ということだよということでそれは実定憲法が存在する前から自然法というものがあるんだと考えるということです。で その表なんですがでここは B+ プラスでねえ重要ですがその下の表なんですが法実証主義まあ特徴なんていろいろ書いておきました法実証主義は実定法絶対し実定法以外の方言は認めないですから慣習法だとかそんなものは認めない自然法なんて認めないあの不文法でも実定法は認めますから実定法以外の方言は認めないというのはごめんなさい慣習は認めないんじゃなくてこれは自然法は認めない自然法は認めないということ。 ですから3つ目のポチ憲法は単に立法者が制定した規範であり他の法律と同じ憲法と他の法律も序列はない憲法はただ民法や刑法と同じように同列で国家の基本法というだけの話だ憲法の下に何か憲法が特別であってそして憲法の下に他の法律があるよというんじゃなく他の法律と同じ序列だと考える 内在する理念や価値歴史的ななな背景はは解釈の基準にはならない今存在する法律だけを問題にしますからまた憲法の最高法規制は改正手続きの厳格さから認められているだけですよ憲法の改正が法律改正よりも厳しいですよだから憲法は最高法規だと一応言わざるを得ないねってそれだけのこと中身に着目をしてこれ憲法大切な法なんだから最高法規ですよ人権という大切な価値を守るための最高の法だから憲法は 最高法規ななんでですすよそういういい説明はしないわけですだって人権という価値が最高の価値だということを言う法は存在しないんですから自然法みたいなものは認めないということですからねで自然法の方は逆に自然法を成分化したのがそれは憲法だね根本規範というものを考える根本的な価値があるはずだと考えるそして憲法の条文の間には価値の序列があるこれ言ってきた通りねまた最高規制は個人の尊重を中核と捉えることから当然に認められるんだと。 人権を対戦する個人の尊重そして人権保障の法だから最高法規なんだだから日本国憲法でも97条が最高法規の章の冒頭にあるということは説明しましたよね体系マスターでなんで97条って人権の本質の条文があんな第10章最高法規の章に置かれてるんだと。 なぜ第10章の冒頭に97条があるんだあんなものは人権の頭に持っときゃよかったじゃないかというふうにも言われるんですがいやいやなんで日本国憲法が最高法規なのかの理由をあの97条は言ってるだから97条は実績最高法規制の条文なんだから大切なんだそんな説明をしましたよね、えー、そのことを言っていますですから当然認められることは97条がそれを示している97条が実績最高法規制。 と言われるのはまさにここの自然法論を取っていいるかからなななんんじゃでですかということなんですととうねそして立憲主義と民主主義は目的手段あるいは相互補完の関係にあるよね、えー、立憲主義と民主主義立憲主義は自由主義と言い換えてもいいです立憲主義自由を守るための立憲主義は民主主義と密接不可分相互補完だし自由のために民主があるんだというふうに言うこともできるしその自由主義と 自由主義立憲主義と民主主義のこの本質が先ほど言った自然法の中身個人の自然権という自由主義の発想とそれから国民の政権権という民主主義の発想とその2つが自然法の中身に含まれているんですよというふうな説明が可能だねということになります。 というわけでこの縦4価値序列としての憲法というこの流れの中では特に自然法の考え方、えー、自然法論の考え方特に自然法の中身2つ6の自然権思想の一と二と同じと言っていいんですが B+ プラスで特に価値序列を認めるということで日本国憲法は憲法のその全文そして11条や97条を見ると自然法思想自然法の考え方自然法論の考え方に立ってるんじゃないかということが読み取れます。 憲法の前文もちょっと休みに入りますが休みの間に憲法の全文の中で日本国憲法が自然法論の立場に立っているのではないかと思われるその根拠になる箇所をちょっと見つけてください憲法の全文をちょっと読んでみてその中で日本国憲法が自然法論の立場に立っているという根拠に使える部分はどこかというところをちょっと見つけてもらえればなと思いまますそれでは少しし休休みみをを取取りりょうます。